せいたしました。始めたいと思います。私、コーディネーターを務めさせていただきます、岡本真理と申します。よろしくお願いいたします。はい、コーディネーター2をやらせていただきます、西山美月です。よろしくお願いします。今回ファシリテーターとして読み合わせとこの後のディスカッションの時間の進行をします吉田としています。どうぞよろしくお願いします。では開講サポートする趣旨説明をしたいと思います。開講サポートするのは劇作家育成の場となっておりまして、一般公募した曲をブラッシュアップするのが目的となっております。俳優によるドラマリーディングの後、ここの場にいる全員皆さんでディスカッションして、より質の高い劇曲にブラッシュアップするためにディスカッションをしていくというふうになっております。で、劇曲というのは一度書いたら終わりではなくて、上演しても1回で終わりというのではなくて、どんどんブラッシュアップして開講して、でさらに再演していってっていうので、どんどん成長していくものだと思うので、今回主役は作者の白川さんなんですけれども、白川さんの戯曲がどん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 よりいいものになるような時間を目指したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、で上演時間は、上演時間はお昼間の稽古で1時間10分ちょうどでした。多少伸び縮みはあるかと思いますけど、目当てになさってください。はい、はじめましての方って結構いらっしゃいますか？今回の開講サポートをする場、なんか今の説明すごくしっかり聞いてくださる方が本当に多いなと思いました。会場開催になって、今年が2年目に入るんですけども、コロナの期間はずっとオンラインで、今現在こうやってまた人が集まって一緒に過ごせる時間に、戻ってきたのかわかんないんですけども、また昔の通りに集まって参加してくださって、で作者の時間に返していきたいなっていうのが叶えられています。ましてや今日めちゃめちゃ暑い中、しかも来る途中雨降り出して最悪なコンディションになりましたが、オリンピックにも住みながらの個人に誠にありがとうございます。その話じゃないんで、ディスカッション、リーディングをこれから聞いていただくんですけども、その後にディスカッションという時間になります。その際に4つの段階を踏んでいきます。一番最初はリーディングを聞いて良かった点、重箱の隅をつつくレベルで良かった点を取り上げていただこうと思ってます。初めての方どうぞよろしくお願いします。ここは発言しやすいゾーンになりますので で、2段階目が作者から皆さんへの質問です。2項目あります。事前に渡されているというか通知しているかどうかちょっとわからないんですけども、それとまた異なる質問になりますが、柔らかく反応しやすいというか答えやすい質問かなと思ってます。3段階目は皆さんから作者への質問の時間になります。で、最後はフリーディスカッション。フリーディスカッションというのは自然とそういうフリーなディスカッションの流れになりたいななんて思ったりしています。いずれにしてもこれからのリーディングを聞いていただいた上で、よりこの戯曲が良くなっていくにはどういうことをしていったらいいんじゃないのかなっていうふうなアイデアだったり提案だったり、いやここはちょっとっていうところ、昨今はちょっと発言とかいろいろとピリピリ空気になりがちになってしまうような傾向があります。それはピリピリということではなくて、ちょっとその考えに対してノーみたいなところは言いづらくなっているような空気がありますけれども、この場においてはそれぞれの皆さんが思ったことを発言していただきます。それにあたってはあえて人を傷つけるみたいなところはなくお願いしたいです。厳しい意見もなるべく物腰柔らかくお願いします。タイトルがホイール・オブ・アングリーで、なんか怒り系で怒りの思いを作者に投げていいんじゃないのかって空気になるかもしれませんが、そんなことは決してありませんので、皆さんと一緒に作者のための時間を過ごしたいなと思ってます。では、はい、リーディングを始めたいと思います。俳優の皆さんお願いします。
ホイール・オブ・アングリー、作白川哲司。登場人物、シャーロット、カウンセラー、松本清、ビリー、店員、江差鹿信夫、ローラ、女優、小野寺ズル、サイモン、演出家、成田海里、ジュリー、プロデューサー、林田麻里、マイケル、高校生、長橋修、ビクトリア、高校生、井上ひまわり、エドワード、政治家、佐藤正和。舞台、現代のイギリスを模した国。場面に応じて舞台美術が変化する。シーン1、とあるモリソンズのレジ。カウンセラーシャーロットと店員ビリーがいる。だからね、私は確かにここでこのサンドを買ったって言ってるの。だからね、何か証明できるものはありますかって聞いてるんです。ないわよ。レシートはないんですか？ないって言ってるでしょう。じゃあ無理です、申し訳ないけど。大したことじゃないでしょう。賞味期限が切れてたから返金してって言ってるだけじゃない。だからここで買ったって証明できなきゃ対応できないんです。そういうルールなんです、申し訳ないけど。知らないわよそんなの。ねえ、私急いでるんだけど。僕だってそんなの知りませんよ。たかが2ポンドもしないサンドよ。さっさとお金を出しなさいよ。じゃあいいじゃないですか、たかが2ポンドなら。そういうことを言ってるんじゃないんだよ。私は賞味期限が切れたサンドを置いておくこの店のサービスに苦情を言ってるの。二度とこういうことがないようにちゃんと対応してくれって言ってるの。でもそのサンドがうちのものかどうかわからないじゃないですか。だって私ここで買ったんだよ、今日の朝。だからその証拠を見せてくださいって言ってるんです。もういい、あんたじゃ話にならないわ。マネージャーを呼んできなさいよ。この時間は僕です。あんたが？そうです。信じられない、あんたみたいのがこの店の責任者ってわけ？はぁ、モリソンズも落ちたものね。どういう意味ですか？あんたみたいに失礼な態度を取る店員がこの店のマネージャーだってのが信じられないって言ってるの。マネージャーじゃなくてスーパーバイザーです。呼び方なんてどうでもいい。あの、大きい声出すのやめてもらえますか？あんたが私をムカつかせてるのかわからないの？僕はマニュアルに沿って対応してるだけです。マニュアルは何のためにあるのかわかる？顧客の対応をスムーズにするためにあるんだよ。違います、トラブルを回避するためです。今この状況こそがトラブルだって思わない？ここで間違った対応をするともっと大きなトラブルになりますよ。ああ話にならない、そんな理由ならさ、監視カメラ確認しなさいよ。あるんでしょ監視カメラ？監視カメラは防犯目的に設置されてるんであって、お客様が何を買われたかチェックするためのものではありません。客がそうしろって言ってるんだよ、早くしなさいよ。できません、お引き取りください。はあ？ふざけるんじゃないわよ。ねえマダム、恥ずかしくないんですか、そんな大声出して。あんた名前なんて言うの？あ、名前よ名前。なんで名札つけてないんだよ。教える必要ありますか？本社に報告してやるわ、長い手紙を書くんだから。ほら名前。ビリー・マクニールです。ビリー、ビリーね、ビリー・ミリガンと一緒ってわけに。それがどうかしたんですか？道理でね、あんたヤバいやつの顔してるもの。異常なんだよ異常。この状況で異常なのは明らかにあなたですよ。今あんた私のこと異常って言った？私のこと異常者扱いしたわけ？言い出したのはあなたでしょ。何よりね、マダム。マダムって言うんじゃないよ、私はミセス・ウィルソンよ。ミセス・ウィルソン、あなた僕を侮辱したんですよ。しましたよね、異常だって。どこが？私がいつあんたのことを侮辱したわけ？僕だけじゃない、あなた世界中のビリーを敵に回しましたよ。謝罪してください。あんたこそ私を異常だって言ったじゃない。そうでしょ？だってこんなに大声でわめき立てる人このイングランドにいませんよ。私はフランス系なの。ああそうですか。でもあなたが僕を侮辱したのには変わりないですよね。謝ってください、話はその後です。はいはい、じゃあ言うわよ。ごめんなさい、これで気は済んだ？ねえミセス・ウィルソン、あなた恥ずかしくないんですか？たかがサンドイッチ一つのためにここまでムキになる必要がどこにあるんですか？金額のことを言ってるんじゃないんだよ。私はね、私の名誉が傷つけられたことに怒りを感じてるの。名誉？一体何の話です？この私に
こんな腐りかけのサンドイッチを買わせておいて、ろくに謝罪もしないようなこの会社のあり方に抗議してるんだよ。そんな大げさに捉えなくたっていいでしょう。どこが大げさ？詰まるところはそういうことでしょ。この会社の在庫管理に問題があって、こういう問題が実際にここで起こってるの、その責任を取りなさいって言ってるんだよ。じゃあそれは本社に直接言ってください。それでいいでしょ。うちの店舗には関係ないんだから。でも私はここで買ったって言ってるでしょ。だからその証拠を見せてくれ。じゃあこうしましょう。これと同じサンドイッチを僕が買います。それとあなたが持ってるサンドイッチを交換するってことでどうですか。そんなの何の解決になるんだよ。私が食べたい時にサンドを食べられなかった怒りはどうなるって言うんだよ。じゃあ他にどんな解決方法があるって言うんです。いいから言われた通りにしなさいよ。私の言う通りに。お金を返して。じゃあ僕が自分の財布から2ポンド出すんでいいですね。それはあんたのお金でしょ。そんなのダメよ。ちゃんと会社のお金をそこのレジから私に出しなさいよ。だからそれはできないって言ってるでしょ。わからない人だな。わからないのはあんたのその間抜けな頭でしょ。ルールが何よ。目の前で苦情言ってる人間に寄り添えないルールなんてクソくらいだわ。ルールを破ったら僕の責任になるんですよ。知らないって言ってんだ、あんたの立場なんて。あなた自分がどれだけめちゃくちゃのことを言ってるかわかります。私を怒らせたあんたが悪い。いいから何とかしなさいよ、このビリミリが。ああもういい、もういいよ、くそったれ。俺がビリミリか、ふざけやがって。そんなに言うならこうしてやる。それください、僕にサンドイッチを。ほらいいから早くよこせって。ビリーはサンドイッチをシャーロットから奪い取る。どうするつもりよ。ビリーはサンドイッチの包みを剥がして食べ始める。何すんのよあんた。ビリー食べながら、ほらこれでサンドイッチはなくなりましたよ。これでいいですね。なんだこれ、ビーガン用のサンドイッチ、よくこんなの食えますね。よくもやってくれたわね。絶対に訴えてやる。あんた覚えておきなさいよ、ただで済まさないからね。どうぞお好きなように。そうだ、忘れるところだった。少々お待ちくださいね、ミセス・ウィルソン。ビリーはその場を立ち去る。どこ行くんだよあんた、待ちなさい。ビリーは同じサンドイッチを持って現れ、サンドイッチをレジに通す。ほらどうぞこれ持ってってください、さっき並べたばかりですよ。ビリーはシャーロットにサンドイッチを放り投げる。シャーロットは怒りの形相でビリーを睨みつける。絶対に許さない、この異常者。あんたをここで働けないようにしてやるから、くたばれ。シャーロットはサンドイッチを投げつけるが、床に落ちたものを拾い上げ立ち去る。ビリーは一人取り残される。あれ食うのかよ。シーン2、アパートの一室。舞台中央にシングルベッドが一つ。舞台袖で店員ビリーと女優ローラが言い争っている。早くしてよ、おしっこ漏れちゃう。ビリー舞台袖で、うるせえんだよ。ローラはトイレのドアを激しくノックする。ローラ舞台袖で、早くね、早くしろって言ってんの。トイレを流す音。ビリーが勢いよくドアを開けて、ローラの胸ぐらをつかんで登場する。てめえ、いい加減にしろ。こっちだって切羽詰まってんだよ。離してよ、漏れちゃうでしょ。この野郎。ビリーはローラを離してベッドに突っ伏す。トイレを流す音。ローラが登場してベッドに飛び乗る。ねえねえねえ、お前ふざけんなよ。どっか行こうよ。無理。まだお腹痛いの？見たらわかるだろ。薬飲んだら平気だよ。ね、どっか連れてってよ。一人で行ってこいよ。ハムステッドヒースがいいな。ホワイトストーンの池でさ、サンドイッチ食べようよ、二人並んで。今サンド食ったら3時間は便所の中だよ。じゃあ食べるのは私だけ。ね、お願い。お願いお願いお願い。無理だって言ってんだろ。なんでそんなに怒るの？ローラ、この状況見てわかんないのか？俺は腹が痛えんだよ。すぐ治るって、一人じゃつまんない。久しぶりに二人とも休みなんだよ。もったいないじゃん。別に外行かなくたっていいだろ。な、頼むから、お前の都合を俺に押し付けるのはやめてくれよ。俺は今猛烈に腹が痛いの、すぐに出ちゃうの。嫌だろ？出かけた先でトイレ探して慌てるのはさ、金ももったいないし。じゃあトイレ代は私が出すよ。お前バカか！そういう問題じゃないだろ！私はビリーがトイレ行ってる間待ってるのは苦じゃないよ。だったら俺はここでお前が帰ってくるのを待ってるよ。それでいいだろ。やだ。はあ？一緒に出かけるの。
今日はそういう予定なの、私の中で。思いやりのかけらもないんだな、お前の頭の中は。だってそういう私が好きなんでしょ。ビリー、飛び起きて。状況ってもんがあんだろ、状況ってもんが。お前、ローラマジでこれ以上ごちゃごちゃ言うなら帰れ、マジで迷惑。じゃあエッチしよう。お前死ねよ。なんで？ビリー動かなくていいよ、私が全部してあげる。腹の上に乗られたら全部出ちゃうって言ってんの。お前何なの、ねえマジでバカなの。え、もしかして俺が怒るの分かっててやってる？かわいい。死ね。ビリーは突っ伏す。マジでつまんない。ローラはビリーの頭を撫でる。お腹痛いんだね。そう言ってるだろ。何かできることある？ない。じゃあせめてハグして、そしたら帰るから。ビリーはのそのそと起き出してローラをハグする。よしよしよし、ダメだ、出る。ビリーは飛び起きるとトイレに直行する。ローラはその様子を見届けて化粧道具を取り出してメイクを直す。ビリー舞台袖で。てめえ、トイレットペーパーが切れてるじゃねえか。あ、ごめん。ビリー舞台袖で。ほんとふざけんじゃねえよ。ねえビリー。ビリー舞台袖で。今話しかけるな。今度の舞台見に来てくれる？今度の舞台見に来てくれる？ねえ今度の舞台。ビリー舞台袖で。うるせえ、話しかけるなって言ってんだろ。ローラ独り言で。怒らなくったっていいじゃん。ビリーがトイレから戻ってくる。再びベッドに突っ伏す。ねえ見に来てくれるよね。ビリー小さく舌打ちをして。何やるの？まだわかんない、劇作家のオリジナル。何の役？なんかよくわからないけど概念 B だって。人間じゃないのかよ。だから私もよくわかんないんだってば。そんな舞台出る必要あんの？だって他に出るとこないし。出なくていいだろそんな舞台。せっかくオーディションに受かったんだよ。だからってそんなわけわかんない舞台に出るのは時間の無駄だよ。そんなことないよ。あのさ、言おうかどうか迷ってたけどムカつくから言うわ。お前才能ないよ。は？なんかさ、はじめはぶっ飛んだ感じの役やってて素人目に見て面白いって思ったけどさ、なんか最近それも飽きたっていうか。何それ。この前の、なんて言うんだっけ、ショーケースとか見てても思ったけど、お前シェイクスピアとかマジで向いてないよね。だってあれはシーンスタディの発表会みたいなものだから、あれが完成ってわけじゃないし、それにね、自分でもやばいなって思うからレッスンに通うようになったんだよ。いやいや、レッスンも何もさ、自分に向いてないことをやってどうすんのって思うわけ。お前ってさ、どっからどう見ても今風の女じゃん。そいつが舞台出てきて、ああいう昔の言葉喋っても全然説得力がないんだよね。なんか喋らされてますみたいな感じで。なんでそんなひどいこと言うの？ムカつくから。ムカついてるからって言っていいことと悪いことがあるでしょ。私頑張ってるんだよ。だったらお前、俺の状況を見て俺のこと考えて物言ってくれた？ずっとそうじゃん。自分のあれしたいこれしたいばっか押し付けてきてさ、そりゃ余裕あるときは相手するよ。でも今日はさ、っていうか今は違うじゃん。お前俺のことちゃんと見てくれてる？でもそういう私が好きだって前は言ってくれたじゃん。だから今は余裕がねえんだよバーカ。余裕がなくなったら私のこと好きじゃなくなっちゃうんだ。ああはいはい、じゃあそれでいいよな。あもう帰ってくれよ、ハグしてやっただろ。やだ。なんでだよ。私のこと好きになってくれるまでここにいる。お前もう、あもうめんどくせえな。ねえわかんないの？お前がここにいるからお前のこと嫌いになってってんの。やだ。うっせえバーカ、やだやだ言ってんじゃねえよ。終わり？ああ今のままならね、俺今お前のこと1秒ごとに嫌いになっててるもん。じゃあ帰ったらまた好きになってくる。そういう話じゃないよね、わかる？ねえお前が自己中すぎて無理だって言ってんの。あでもそうね、今のままだったら確実に終わりだね。わかった、じゃあ帰るね。ローラはドアの方へ向かう。ねえ何？ハグして、バイバイのハグ。しょうがねえな。ビリーはローラをハグする。よしよしよし、ダメだ、出る。ビリーはトイレに直行する。ローラは待つ。ビリー舞台袖で。あそうだローラ、今言ってるレッスンやめた方がいいよ。あそこ行くようになってからお前の芝居マジでつまんなくなったから。ま、うっせえハグ、人が頑張ってるのにバカにしないでよ。
便器に挟まって死ね。シーン3、ロンドン郊外にある小さなスタジオ。女優ローラと演出家サイモンがいる。女優がマクベス夫人のモノローグを演じている。ストップ。はい。サイモン、深いため息をつく。すみません。何に謝ってる？え？謝るってことは自分のどこが悪いのか分かってるってことだ。はい、そうです。何がダメ？何がダメだと思ってる？多分人物の欲求と自分自身のコネクティングが違う。全然違う。すみません。ほら、また謝った。あのさ、そういうのやめようよ。何も考えずに反射的に謝って被害者ぶるの。謝るってことは自分の非を認めて改めるって意思表明のアクションのはずだろ。でも君はさ、謝ることで僕のこのフラストレーションが自分に向かうことを回避してるんだ。そんなの保身だよ。私、そんなこと考えてないんですけど。そう。だったらなおさら悪いな。何がですか？君は無意識に被害者面する癖があるってことだろ。イライラするのやめてもらえますか？あ？あなたがイライラしてると、私すっごくやりづらいんですけど。僕が？してないよ。さっき自分でフラストレーションって言ったじゃないですか。ああ、それは言ったよ。言ったね。でもそれはさ、君に対して感じてるっていうよりは自分に対してだよ。なんでうまく伝わらないかっていう。結局イライラしてるってことですよね。おい、人の話を遮るなっていつも言ってるだろう。最後まで聞いてそれからリアクションする。でも耐えきれなくなったら衝動に従うべきだって前言ってましたよ。今はそうじゃない。君は間違ってる。もう少し我慢できるだろう。そんなんだから君の演じる人物はちっちゃくなっちゃうんだよ。はい。で、なんで止めたかだけど。はい。あのさ、君自分を肯定しすぎてないか？は？いやね、人間ってさ、もっと葛藤を持つものだと思うんだよ、僕はね。特に大きい決断を下すときはさ、これでいいかなって迷いがあったりすると思うんだ。でも君はさ、ローラ、もう初めから決まっちゃってるんだよ、結論が。意味がわからないんですけど。要するにね、軽いんだよ、情報が。この人物の目的は自分を鼓舞するんであって、かわいそうな私を見てもらうのが目的じゃないだろう。私、そんなつもりで演じてないです。演じるんじゃない。実際にそうなるんだよ。今のは言葉のあやじゃないですか。でも演じるって言葉が出るってことは、君はそう認識してるって証拠だろう。はい、すみません。もっと丁寧にモーメント感じてみて、ゆっくりでいいから。思考しながらやってみて。はい。じゃあもう一回。頭から。はい。マジでムカつく。あ？おい、聞こえたぞ。今なんて言った？何も言ってませんよ。ムカつくって言ったじゃないか、今。だって。はい、すみません。何？何か不満があるのか？何もありません。じゃあ何がムカつくんだよ。自分にですよ。嘘だな。どうして嘘だってわかるんですか？少し間が空いた。それでどうして嘘だってわかるんですか？この状況で自分にムカつくなんて言葉は君の思考からは出てこないんだよ。は？私の何がわかってるんですか？いやいや、わかるよ。これだけレッスンしてきたんだからそれぐらいは。私のことがわかってるならどうしてもっとうまく教えられないんですか？何？私のことわかってるんでしょ？だったら私にはどういう言葉を？アクションをしたら有効かわかるんじゃないの？おい、言葉に気をつけろ、お前。いや、ローラ、今君は明らかに一線越えたぞ。だから取り消すんなら今のはなかったことにしてやる。何ですか、してやるって？だってそうだろう。わからないのか、君。君は今失礼なこと言ってる。僕は傷ついた。リピテーションですか？違う、君に認識してもらうための行動だ。もっとわかりやすい言葉で言えないんですか？わかるだろう、これくらい。みんな言ってますよ、サイモンの言葉は回りくどいって。みんなって誰だ？ほぼみんなです。やめてったみんな。あのね、言わせてもらうけど、僕は言葉を選んで、簡潔でわかりやすい単語を選んで言ってる。でも私にはわからない。わからないんだもん。君は小学生か？君のために僕の言語レベルをどれだけ下げればいいんだ？そんなの甘えだろ。だって相手に伝わらなくちゃ言葉なんて意味がないんでしょ？あなたいつも言ってるじゃん。
理解しようとしないからわからないんだよ。ちゃんと相手の言葉を受けてないんだよ。うるさい、もう嫌。沈黙。みんな前の方が良かったって言ってますよ。前の方が芝居が上手かったって。だからみんなって誰だよ。みんなです、パートナーとか。ここに来る前の方が伸び伸びしてて自由だったって。芝居の素人の意見だろう、それは。でもお芝居を見る人の大半が素人じゃないですか。いいかい、今君はしっかりした基礎を身につけようとしてるんだよ。遠くまで行けるようになるためにね。それは初めは慣れないから硬くなるのも仕方ないさ。それともフリンジでこれからもわけのわからない前衛的な芝居をやり続けたいのか。君のこの前の役は何だった？なんだ概念 B って。あんなら人間じゃない。作家の思考を抽出して人間が喋ってるみたいにしてるだけさ。君はちゃんとした人間を演じたくてここでシェイクスピアを学んでるんじゃないのか。私シェイクスピアなんて大っ嫌い。暗くて重くて言葉も古いし、はっきり言ってつまらない。何よ弱虚ご捕獲って。あんな喋り方してる人私見たことない。シェイクスピアには演劇の基礎が全て詰まってるんだよ。何回も言ってるだろ。でも楽しくないの。楽しくなかったら身につくものもつかないでしょ。ああそうかい、じゃあいいよ。僕のレッスンここまでだ。どこでも好きなところに行ってソープドラマみたいなちっちゃいサイズの芝居やってればいいんだよ。でもそしたら。そしたらなんだよ。生徒が一人もいなくなっちゃいますよ。まあだからそんなの大したことじゃない。それ君がいなくなったら今はね、生徒はいなくなるよ。だからどうした。またワークショップでも開催すればいい。いずれまた僕のレッスンを受けたいって人はやってくる、必ずね。サイモンはもっと自分と向き合うべきだと思います。ああ、あなたは曲がりなりにも国立の演劇学校出てるじゃないですか。わからないんですよ、私みたいにできない人の気持ちが。曲がりなりにもは余計だ。でもな、僕は決して優秀な生徒じゃなかった。むしろ落ちこぼれだよ。だから演劇でやっちゃいけないことはよくわかってる。それをこうやって役立ててるんだよ。あなたはできない自分が嫌いだったでしょ。ああ、いや、でも昔はわからなかったな。自分は天才だと思ってたから。でも自信はなかったよ、今も昔も。だから、できない人を憎んでるんですよ。昔の自分を見てるみたいに。そんなことはない。みんな言ってました。サイモンのところに来てから演じることがつまらなくなったって。そのみんなっていうのやめろ。君だろ、君の意見だろ、それは。帰ります。ああそうだな、積み上げた信頼関係もこれでぶち壊した。どうもありがとう、お疲れ様。女優、身支度をして出て行こうとする。サイモン。何？あなたのところに来て一つだけ良かったことがあります。おお、それ良かった。それは何かって聞いた方がいいのかな。チェーホフの面白さは分かりました。あ、そう。よかったね。僕がレッスンをやる意義も全くのゼロじゃないってことだな。サイモン。まだ何かあるのか。また来週。あ。シーン4。とある家のダイニングキッチン。演出家サイモンが一人で酒を飲んでいる。妻であるプロデューサーのジュリーが帰ってくる。サイモン黙って手を挙げる。ジュリー軽蔑の眼差しを送る。ただいまくらい言ってくれよ。おかえりジュリー。早く出てってよ。またそれか。本当にうんざりする。家にいるんならお皿くらい洗ってよ。私疲れてるんだけど。さっき起きたんだ。本当にあなたがいると家が汚れるから嫌。そんなことないだろう。なあ、一杯やらないか。まあ。ジュリー。妻は無視して洗い物を始める。演出家はそっと近づき妻のお尻を触る。無視するなよ。触らないで。なんでだよ。不快だから、気持ちが悪い。ひどいね。そこまで言うことないだろう。サイモン、私の気持ちが変わるとでも思ってるの？悪いと思ってるよ。悪いと思ってるんだったら出てってよ。どこに？どこに行けって言うのさ。あなたのお母さんに行って出てってもらうから。母親と一緒に暮らせって？そうよ。おいおい、
そんなの無理だってことはお前が一番わかってるだろう。顔も見たくないし、もう何年も会ってないんだから。だったら働けば。どうやって？俺に何の仕事ができるって言うんだよ、今さら。なんだっていいじゃない、仕事ならいくらでもあるんだから。何でもいいからって適当に選んでまたクビになるのか、あのクソレストランみたいに。あそこのせいで俺は鬱になったんだぞ。もうそんなの嫌だよ。それに働きながら芝居なんて俺にはできない、わかるだろう。みんなそうやってるのよ。芝居で稼げない人はみんな働いてるの。なんであなただけ働かないでいいと思ってるわけ？働いてるじゃないか。演技講師の仕事もやってるし。週1回のレッスンでよく働いてるって言えるわね。でも働いてるだろ。ゼロではない。俺は働いてる。新聞配達をしてる高校生の方が収入が多いじゃない。私あなたのこと甘やかしすぎた。マジで後悔してる、マジで。ちょっと待ってくれよ。俺は俺なりにやることをやってるよ。お酒飲んで夜まで寝てる人間が偉そうに言うんじゃないわよ。人には向き不向きってものがあるだろう。俺はたまたま労働に向いてなかっただけだよ。これでもベストを尽くしてる。ベスト？何がベストよ。やりたくないことから逃げてるだけじゃない。だったら言うけど、お前一度でも本気で俺の仕事を応援してくれたことがあったか？局に出入りするエージェントに俺を紹介してくれたって良さそうなもんだろう。君のコネさえあれば。私はあなたのお母さんじゃない。まあ、ねえ、もうやめましょう。朝からミーティング、それから収録、ランチだって食べる暇なかったの。俺への当てつけか。いいな、忙しくて。羨ましいよ。あなたまた酔ってるわ。俺が？どこがさ。全然酔ってなんかいないよ。自分じゃわからないのよ。あなたお酒入ってると全然話が通じなくなるから本当に嫌。それはお前だろ。感情的になってるのはお前だよ。私何も間違ったこと言ってない。全部あなたが悪い。俺だけが悪いってそんなことないだろう。お前そういうの良くないよ。本当に無駄だったわ、あなたとの時間。感情的になったら何でも言っていいわけじゃないんだぞ。リハビリセンターだって安くなかったのに、あっという間に元通り、アル中に逆戻り。本当にお金の無駄。そんな量飲んでないじゃないか。記憶だって前みたいになくしたりしないだろ。大げさなんだよお前は。アル中は一滴でも飲んだらおしまいなんだって言われたでしょ。AA もあっという間に行かなくなってしまって。だってお前、あそこはカルトみたいなもんなんだよ。もうおしまいよあんた。もうあんたの面倒は見たくない。そんなの嘘だよ。連続飲酒なんてしてないだろ。なジュリー頼むよ。やり直せるって俺たちは。乗り越えられるよ。無理に決まってるでしょ。どうしてだよ。不倫したあんたが悪い。あんたがやったの。あんたがぶち壊したの。私何も悪くない。いやいやいや、それはもう終わったって言ったろ。それに何度も謝ったろ。許せないって言ってるの。お願いだから私の世界からさっさといなくなってよ。俺のこともう好きじゃないのか。そう言ってるじゃん。嫌い、いらない。ま、何が毎週がローリー、気持ち悪い。ま、マイケルはどうする？もう高校生よ、どうにでもなるわ。そんなことないだろう。あの子は繊細だ。きっと傷つく。だったらもっと父親らしいところを見せたらどう？何よ、こんな時だけ子供を引き合いに出して。バカじゃない。当然だろう。あいつとは友達みたいにやってきた。心配して当然じゃないか。あんたのそういう利用できるものは何でも利用とするところ本当に大嫌い。私のことだって結局家としか思ってないんでしょ。そんなんじゃない、いい加減にしろ。あんたはいいよ、そうやって怒鳴り散らしてればいいんだから。疲れて疲れて帰ってくるこっちの身にもなれないわけ。あんたいくつよ。よくそんなんで生きてられるわね。だから生きていけてないだろう。ここにも居場所なんてないじゃないか。その家、この家までお前は奪うのか、クソったれ。ここはあんたの家じゃない。ねえ、これ以上騒ぐんならまた警察呼ぶわよ。またそうやって他人を巻き込んで俺の自尊心傷つけるのか。お前それで俺がどれだけ傷ついてきたかわからないのか。あんたが暴れるから警察呼ぶんでしょ。俺暴れてないだろう。お前が俺を刺激してるんじゃないか。あ、もうやめよう。本当にこれ以上何も言わない。いいか、これは警告だ。何が警告よ、偉そうに。黙れ。ま、あ、ごめんジュリー、すまなかった。もう俺は何も言わない。演出家はダイニングから立ち去ろうとする。どこ行くのよ。酒買ってくる。まだ飲むの？あと一本だけだよ。演出家は立ち止まる。ジュリー、
今夜は一緒のベッドで寝てくれるよね。あなたマジでクズだね。シーン5、高校生マイケルの部屋。マイケルがベッドに寝転んで携帯をいじっている。ジュリーが入ってくる。マイキー、ノックしろって言ってるだろ。あら、ごめんなさい。何？あんたの下着洗っといたわ。また俺がいない間に部屋に入ったの。だってあんた何日も同じの着てるじゃない。俺には俺のペースがあるんだからほっといてよ。だったらママが洗う前に自分で洗いなさいよ。あのさ、もし俺が母さんの部屋に勝手に入って母さんの下着を洗ったらどう思う？何よそれ。気持ち悪いだろ。それと同じだよ。お願いだからもうやめてよ。同じことを言わせないで。家族なんだから気持ち悪いも何もないでしょ。俺もう高校生なんだよ。パンツぐらい自分で洗うから二度としないで。はいはい。ま、何？まだ何かあるわけ？あんた少し太ったんじゃない？マイケル、素早く深いため息をつく。あんた夜中に食べ過ぎよマイキー。しょうがないだろ、お腹が減るんだよ。冷蔵庫の中のもの勝手に食べないで。はいはい。ハムとか食べられると困るんだけど、サンドイッチに使うから。ああ、わかったよ。ごめんごめん、ハムは食べないよ。ま、そこに立たれてると嫌なんだけど。どうしてよ。ここは俺の部屋だよ。監視されてるみたいで気持ち悪い。心配してるんじゃない。何も心配することなんかないよ。あっち行って。今日の夕飯はどうするの？適当に買って食べるからいらない。せっかくだから一緒に食べない？ママも久しぶりにお休みだし。食べたいものはない？いらないって言ってるだろ、しつこいんだよ。あら、そう、残念。マイケル、手で早く出ていくように促す。ジュリーは部屋から出ていく。マイケル、再びベッドに横たわり、携帯をいじり出す。ジュリー、戻ってきてドアを開ける。マイキー。なんだよ、ノックしろって言ってんだろ。オリビア・ロドリゴがテレビに出てるわよ。どうだっていいよ。ね、マジで何なの？あんた好きじゃなかった？別に。だって前携帯でよく見てたじゃない。たまたま見てたのがオリビアだっただけだろ。勝手に決めつけんなよ。そうなの？ま、もう何？どうかした？学校は行かないの？またそれ。行きたくなったら行くよ。今は行きたくないんだ、それだけ。本当に？何か問題があるんじゃないの？何もないよ。何かあるんなら話してちょうだいね。ないって。ねえ、マジで用がないならあっち行ってよ。だってあんた一日中部屋にこもりっきりで一体何やってんのよ。うるさいな、関係ないだろ。関係あるわよ。どこが？誰が学費払ってると思ってるの？出たよ、金金金金。それ言ったら俺が何も言えないの分かってるくせに。あんたの心配することの何がいけないわけ？母さんが本当に心配してるのは俺のことじゃないでしょ。あ？母さんが心配なのはお金でしょ、俺じゃなくて。そんなわけないでしょ。いや、あるよ。いっつも思うもん。母さんは俺のこと全然見てないなって。下着のこともさ、そうだけど誰も望んでないじゃん。じゃあ望んでないから学校に行かなくてもいいって思ってるの？あのね、マイキー、お金を払ってもらってるからにはあんたには学校に行く義務があるんだよ、分かってる？別に辞めるとか言ってないじゃん。それにさ、そうやって行くことを強要されると逆に行きたくなくなるから。ちゃんとするから。いつするのよ。そんなの分からないよ。ねえ、そういうとこ、あのさ、良かれと思ってやってるんだろうけど、はっきり言って逆効果だから、マジで迷惑。よく言うわ、偉そうに。偉いとか偉くないとか関係ないじゃん。頭にくるわ。そんなに嫌なら自分のことちゃんとできるようにしなさいよ。だからするって言ってるじゃん。できないから私がやってあげてるんでしょうが。だからそれが過干渉なの。それから自己満足。ね、わからない？ストレスだって言ってんの。私だってイライラしてるわよ、あんたがちゃんとしないせいで。まるで構われたいみたいじゃない、こんな風に引きこもって。だったら心配させるんじゃないわよ。うるせんだよ。ま、大きい声出さないでくれる？近所に聞こえるじゃない。はい、出た、世間って。マジでくだらないよね。人が気にするから何？どうだっていいじゃん、そんなの。町内の噂になったらここに居づらくなるのが分かんない？母さんは自分のイメージを崩されるのが嫌なだけだよ。そう、それ
いいお母さんって思われたいんだよね。俺じゃなくて周りから。あんたいい加減にしなさいよ。そんなんだから父さんが浮気するんだよ。は？なんですって？俺が父さんだったら絶対に嫌だもん。母さんみたいな奥さん。あの人の肩持つわけ？やっぱりあの人の子供だね。別に俺は父さんの味方じゃないよ。客観的にそう思うってだけ。そんなにあの人が好きならあの人と一緒に暮らせば、ここを出て。そういう話してないよね。聞いてる？俺の話。そんなに言うなら高校もやめて、あの人と一緒に狭いフラットで貧乏たらしい生活でも何でもすればいいのよ。せいせいするわ。私の人生は私のものだもの。ああそうだよね、やっぱりそうだ。母さんは僕のことなんてどうだっていいんだ。いつだって自分ばっかりがかわいそうなんだよね。いいよ、出てってやるよ。一人でこの家で寂しく暮らせばいいんだよ。好きにしなさいよ。私は何も悪くない。そうよ、こんないいママはどこ探したっていないよ。なのに、なのに何なの本当に。あんたたちは本当信じられない。ああかわいそう、かわいそうな私。本当にふざけやがって。ちょいちょい、しっかりしてから。ジュリーは泣く。マイケルはその様子に狼狽する。ああまあごめん母さん、ごめん。俺が悪かったよ、言い過ぎた。触んないでよ。まあごめん。本当に腹が立つ。みんなで寄ってたかって私を邪険に扱って。何なの？私が何したの？私の何がいけないのよ。いけなくないよ。心配かける俺もいけないんだ。ごめん。だったらちゃんとしなさいよ。ごめん、すぐには無理だ。ジュリーは鼻をかむ。母さん、あのさ、今夜はどこか外に食べに行こうよ。疲れてるんだよ、母さんは。いや、あんたとご飯食べたって楽しくない。さっき自分で一緒に食べようって言ってたんじゃんか。ね、お金なら俺が出すよ。少しなら俺お金持ってるからさ。あんたが出してくれんの？まあ、少しくらいならね。わかった。じゃあ外で食べに行きましょう。うん、顔洗ってきなよ。メイクも直して。指図しないで。うん、準備できたら下に行くから。ジュリーはハンカチで涙を拭きながら退場する。マイケルは一人残って財布の中身を確認する。マジでめんどくせえ。シーン6、仮想空間のチャットルーム。このシーンは SNS 上のやり取りである。マイケルが一人で待機している。ややあって女子高生ビクトリアが登場する。はい。どうも。マイケル、スタンプ、元気のいいやつ。調子どう？何の？何のって何の話？話に具体性がないなって。ああごめんごめん。学校とか学生だよね。それ聞いてどうするの？え？どういう意味？そんなこと聞かれたの初めてだから。あんまりこのアプリ使ってないの？そうかも。そっか、じゃあ仕方ないね。いくつ？21。嘘だ。なんで？なんとなくわかる。本当に21だよ。大学生？うん。専攻は？心理学。キルケゴールとか勉強してるの？まあそんなところ。引っかかった。何が？キルケゴールは哲学者だよ。スタンプ、オーマイガー。本当は何歳？17。なんで嘘ついたの？別に、なんとなく。怒った？全然、全く。じゃあ教えて。答えたくない。いいじゃん、教えてよ。しつこいんだけど。怒ってるじゃん、でしょ？怒らせたいの？そんなことはないと思う。ま、君はいくつ？どうしてそういうこと聞くの？自分だって聞いたじゃん。私には目的がある。目的って何？それは言わない。何それ、ただ君を知りたいだけだよ。私の歳を知ったら私のことを知ったことになるの？ねえ、君っていつもそんななの？そんなってどういうこと？歳を聞いただけでそうやっていちいち突っかかるのかって意味。
私そんなことしてる？いつ君に突っかかった？今まさにそんな感じだよね。そんなことないけど。そう、感じ悪くない？嫌だったらブロックすれば。そっちこそそうすれば。私は別に嫌じゃないよ。ま、君ってクールだね。ねえ、そういうのマジでやめた方がいいと思う。失礼。どこが、思ったこと言っただけじゃん。私がそう言われたら喜ぶと思ったの？そこまで考えてなかった。そう思っただけ。じゃあ聞くけど、私のどこがクールなの？なんていうか、雰囲気。他の女の子と全然違うから。みんな一人一人違うでしょ。私はクールじゃない。俺からしたらクールだよ。かっこいい。あ、そう。俺はクールって言われたら嬉しいよ。そうなの。なんか嫌なことでもあった？なんで？イライラしてる気がする。君さ、もっとマシな聞き方できないの？例えばどんな？嫌なことあったの？うん。何かあったの？あのね、みたいに話すと思う？バカじゃないんだから。じゃあ、どういう聞き方をすればよかった？自分で考えて。ごめん、わからない。ま、なんでこのアプリ使ってるの？なんでって、ただの暇つぶし。みんな暇つぶしって言うよね。でもさ、違うよね。何が？本当にただの暇つぶしなら、ゲームとか読書とかしてればいいじゃん。わざわざ人と話したいのはさ、やっぱり人と関わりたいんだよ。寂しいんだよ。君は寂しいの？私は違う。じゃあ君の目的は？当ててみて。ま、ムラムラしてるの？マジで最低。違うの？本当男ってそんなんばっかだよね。マジでくだらない。本当は当たりでしょ。マジで違う、キモい。ならごめん。君、モテないでしょ。は？うん、聞かなくてもわかる。君はモテない。なんでそんなのわかるんだ？わかるよ。個性も何もないし、すぐセクシャルな方に持ってこうとするし、ザ・高校生って感じ。じゃあそっちはどうなの？私のことはどうでもいい。今君の話をしてる。絶対バージンでしょ。だったら何？あなたには関係ない。俺絶対君のこと好きにならないもん。あなたこそ童貞でしょ。は？違うし。そうなんだ。てっきり学校もまともに行ってない引きこもりかと思った。なんで？ビンゴだね。いいから答えろ。コミュ力低すぎ。普段人と話してる感じがしない。それ自分のこと言ってるんじゃない？特大ブーメラン草生える。童貞くん、初めては誰に相手してもらったの？ママに相手し教えてもらった通りにゴムはつけれた？お前ふざけんなよ。ふざけてる。ほら答えて。初めての相手は誰？スタンプ、興味津々。お前こそパパとファックしてろ。そんなことしか言えないの？はい、童貞確定、おめでとう。お前の方こそコミュ力低いっつーの。年聞いたぐらいでごちゃごちゃ言いやがって、めんどくせえ。私が求めてるものを察せない君に問題がある。は？コミュニケーションって相互じゃないの？何自分だけ楽しませてもらおうとしてんの？マジで何様？早く消えろよ。コミュニケーションは相互、まさに定型文、草生える。パパに虐待でもされた？男を恨んでるから片っ端から捕まえてディスって遊んでんだろ。マジで性格悪い。通報する。勝手にすれば。地獄へ行け。君がね。ブサイク。君がね。ファザコン。かもね。デブ。君がね。クソったれ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 。傷ついたんだ。かわいそう。ユーザー MSJ はあなたをブロックしました。マイケルは退場する。何やってんだろう私。シーン7、政治家エドワードの書斎。エドワードは机を挟んでデスクチェアに座っている。ビクトリアが登場してドアをノックする。どうぞ。ビクトリアは部屋に入りドアを閉める。座りなさい。ビクトリアは言われた通りに椅子に居住まいを正して座る。気分はどうだい？どういう意味？そのままの意味さ。今どういう状態かってことだ。普通。そうか。もっと具合悪そうにしてる方が良かった。それはまあそうかもしれないな。
ごめんなさい。何に対する謝罪で？具合悪くなくて。ま、正直パパは驚いているんだよ、ビッキー。どうしてお前があんなことをしなくちゃいけないのかって。はい。自分が何をしたかは分かってるね。はい。じゃあ聞くが、どうしてだビッキー、どうしてお前が万引きなんかする必要があったんだ？別に理由なんかない。理由がない？本当に？本当にそうか？はい、パパ。今がどういう時期か分かってるか？はい、多分。言ってみなさい。総選挙の選挙活動中。そう、そうだよ、その通りだビッキー。それでもお前は理由がないっていうのか？ええ。これがどういうことか分かってるか？どういうこと？現職の下院議員の実施が万引きで報道、これは一種のスキャンダルになる。そうは思わないかい？そうかもしれない。いや、なり得るよ。対立候補だけでなく党内からでも批判の対象になりかねない。それぐらい大きいことだ。わかるかい？はい、パパ。父親の監督不行き届き、自分の家庭も満足に扱えない人間に国政を委ねられるか、これくらいのこととお前は思うかもしれない。でもこれはパパのキャリアにとって致命傷になりかねないことだ。それをお前はやってしまったんだビッキー。はい、パパ。本当にわかってるのか？はい、パパ。気になるのは金額だ。きっちり196ポンド。これがどういう意味かわかるだろう。何のこと？とぼけるんじゃない。200ポンド未満の万引きは刑法で罰せられないのもお前は知ってたんじゃないのか。だからわざわざギリギリの金額を狙ったんだろう、意図的に。偶然だよ、パパ。本当に？こんなことってありえるか？よかったね。どういう意味だ？私が犯罪者にならなくて。ま、ママはなんて言ってる？ママはなんて言ってた？ママじゃない。何？私にママはいない。ビッキー、ミス・トンプソンはパパに報告するってだけ言ってた。どうしてママって呼べないんだ？ママと呼びなさい。いや。どうしてだ？ママと呼びなさい。嫌なものは嫌。パパが命令してもか？命令なら従う。必要な時だけそうする。ビクトリア、もう3年だぞ。時間は関係ない。お前怒ってるのか？いいえ、パパ。いやいや、そんなことはないだろ。今回のこともこのことと関係があるんだろ？違うかい？違う。ビッキー、あんまり大人をパパをコケにするんじゃない。私はこれでも我慢してるんだからな。我慢してるって何を？お前を怒鳴りつけてやりたいという愚かな衝動をさ。だからいいね、正直に話してほしい。じゃあ再婚は我慢できなかったの？やっぱりそうなんだな。ううん、単純に聞いてみたかっただけ。わかるだろう、私は下院議員だ。基盤が必要だった。シングルファザーで議員の仕事を続けるのは不可能だったんだよ。お前はあの時いくつだった？12歳。そうだ、まだ小さいお前を家に残して仕事に行くことなんてできなかったんだ。わかるだろ？ハドソンさんがいるじゃない。あいつはハウスキーパーだ、母親じゃない。私にママは必要なかった。欲しかったのはパパだけよ。それも仕事のためにね。そうじゃない。愛なんかなかった。あるに決まってるだろ。パパはアイビーを愛してる、心から。グレースよりも？比べるものじゃないだろ。お前のママだって私の胸の奥深くにちゃんといる。これからもずっと。比べてるくせに。誰と誰をだ？私とアーサーを。ビッキー、だってアーサーはまだ1歳にもなってないじゃないか。あの人、私がこの家からいなくなってほしいって思ってる。アイビーは？はい、パパ。そんなわけないだろ。私はアイビーにお前をちゃんと娘のように愛してやってくれっていつも言ってるぞ。無理なんだよ、所詮他人だもの。あの人私を憎んでる。そりゃお前、そんな態度でいたら好きになるものもならないだろ。全寮制の学校に編入するように勧められた。どこに？セントマーガレット。そんなの聞いてないぞ。こっちの方が向いてるんじゃないみたいな言い方だったけど。だったらそれはお前の学力のことを考えてのことじゃないか。パパも私がいない方がいいの？なんでそうなる？誰もそんなこと言ってないだろ。パパはあの人の味方なのね。どっちの味方とかないだろ。私はアイビーの夫でお前の父親なんだから。わかった。ビクトリアは立ち上がり、部屋から出て行こうとする。待ちなさい。何？反省文。
それから1ヶ月の外出禁止だ。はい、パパ。ま。パパ。なんだい？私、労働党に投票するから。ビクトリア！なに、パパ。それは断じて許さないぞ。なんで？私が保守党の議員で、お前が労働党に投票するなんて、そんなバカなことが許されると思ってるのか？この家自体がハング状態じゃないか、それじゃ。バカげてる。何を慌ててるの？私が18になるまであと3年あるんだよ。じゃあ何なんだ？お前のその発言の意図は、お前はどうして欲しいんだ？何が一体望みなんだ？言っといた方がいいと思って。ビクトリアはドアのところへ行く。典型的だな。え？典型的だって言ったんだ。何が？父親の再婚、ママ母との不仲、血のつながらない弟、その腹いせに万引きをして父親の子を困らせて注意を引く。挙句は対立政党への関心をちらつかせる。全部反抗期の女の子のやりがちなことさ。典型的。全く典型的だ。だったら何？だったら何？そうか。お前は認めるんだな。全部私に愛されたくてやってることだって。私は愛してないの、パパ。そんなこと聞く必要あるか？証明してよ。私を愛してるって。どうやって？どうすればいい？何でも言ってくれ。パパはそれが聞きたかったんだ。あの人と離婚して。ま、そう来ると思ったよ、ビッキー。それは不可能だ。なぜとは言わせない。ノーだ。以上。でしょうね。ま、教えてあげる。何を？私がなぜ万引きをしたのか。もういい。それは反省文の。こうでもしなければ、パパは、あなたは、絶対に私と向き合ったりしないからだよ。そうかい。教えてくれてありがとう。出て行きなさい。だから保守党はクソなのよ。ビクトリアは部屋から出ていく。シーン8。カウンセラー、シャーロットの診察室。いくつかのカウチ、ソファー。エドワードがソファーに、シャーロットがオフィスチェアに腰掛けている。政治と医療というものはとてもよく似ていると私は思う。いいかい？国家というものは常に何らかの病理にかかっている。健康体であることはありえないと言っていい。万が一健康であれば、その維持を最優先にするだろう。まあ、それはいい。国家が罹患している病理にどう向き合うか、どういう薬を処方するか、それを選択するのが国民の権利であり、選挙というわけだ。ポピュリズム、これは非常に大きな効果を発揮した。イギリスは偉大な国だと思わせることによって、国民全体がハイになった。言ってしまえばドラッグみたいなもんだね。だが、ドラッグが気分をハイにしてくれても、病理そのものに効果があるわけじゃない。当たり前だろ？だから国民はやがて気づく、あれ？全然良くなってないぞってね。そこで、ようやく現実に目を向けようという流れになりつつある。実現可能な経済政策の路線、それが現在さ。しかし薬漬けになった人間が果たして現実に向き合うことができると思うかい？まったく腹立たしいよ。不愉快だね。ポピュリズムを選択したのは自分たちなのに、それを処方した我々が悪いかのように言われるのは。でもそれが大衆であり、政治家の使命だ。薬が効かなくなったら次の薬を用意する。それだけさ。シャーロット、イライラしている。それで？それでとは？気分はどう？そうだな。正直なところよくわからないな。でも、自分が有権者に対してある種の憤りを感じていることは認識できた。かな？それは政治家として？もしくはあなた個人の怒りなのかしら？もちろん政治家としてさ。興奮というやつだ。そう。シャーロットはカルテに記入する。なあ、シャーリー。君ぐらいのプロならわかるんじゃないか？私のどこに問題があってどうすればいいのか。
油田を想像してみて。油田、石油が埋まってるのはわかる。でもどう掘ればいいかはわからない。人それぞれ。掘り方によっては随分結果が変わりそうだな。全く出ない場合もある。そりゃ困る。早く結果を出してもらわないと。あなた次第ね。でもね、エド、焦らないでほしい。私の経験上、良くなりたいという願望が強すぎる人は時間がかかる傾向があるから。それはどうして？そういう人は焦っているから自分と向き合えないのよ。私は焦ってはなんかいない。ただ時間がないだけだ。大抵のクライアントが経済的理由からの焦りを感じることが多いけど、あなたは、まあ、違うわね。聞きたいんだけど、カウンセリングにおける君の役割は何なんだ？他者の心理という油田に対して、こう掘ればという提案はする。でも強制はしない。こう掘りたいと言われればその手伝いをする。全力で、そんなところ。随分他力本願なんだな。そう言われたらそうだね。結果が出なくともきっちりカウンセリング料は頂戴する。いい商売だ。おかげさまで。ま、君の意見を聞かせてくれるかな。私はどうしたらいい？他のカウンセラーを当たった方がいいかもしれない。なんだって？私とあなたは友人よ。そのことがマイナスに働く可能性がある。クライアントの距離の近さは適切な処置の障害になりうるの。私を見捨てるのか？そうじゃない。いやいや、いやいやいや、何を言ってるんだ。私は君だから、君だからこそ依頼したんだ、シャーリー。他のカウンセラーなんてありえない。私には君しかいないんだよ。大げさじゃない？でも真実そうなんだ。あなたがそういう人なのは分かってるわ、エド。一見誰に対してもオープンで分け隔てないように見せてるけど、実はほとんどの人に対して心を開いてない。開かない。昔と変わらないわね。そうだね。だからこその君なんだよ。それからあなたは嘘は言わない。でも同時に本当のことも言わないかもしれない。そこが問題なのよ。あなた自身が自分の言葉で自分の問題を認識しない限り先に進むことはありえない。それとも本当はとっくの昔に問題を認識していながら人には話さないと決めているのか、どうかしら。そう、何を言ってるのかわからないな。ご家族や近しい人は何て言ってる？アイビーは、妻は、私が最近怒りっぽくなったって。でもそんなつもりはない。どんな時に怒りを感じる？繰り返しになるけど。さっきも言った通り、有権者に対しては常に怒りを感じてるよ。それは政治家としてでしょ。もっと個人的なプライベートのレベルの話。そうだな。ロックダウン中に党の議員がパーティーを開いた時は頭にきたね。それも政治家としてでしょ。でもあの時は心底頭にきたよ。こんな大切な時にふざけるなって。奥様に対してはどう？何も問題はないね。彼女は素晴らしい女性だ。ただ…ただ？いや、何でもない。忘れてくれ。ただって言ったんならその先を続けなさいよ。ただ…その言い方はちょっときつすぎやしないか。話をはぐらかさない。最近、あっちの方がどうもね。それは奥様との性生活という意味？あなたの性機能に問題があるという話？シャーロットはカルテに記入する。頼むからソフトな書き方にしてくれよ。誰も見やしないわよ。そんなのわからないだろう。もしかしたら受付のお嬢さんが興味本位で私のカルテを見て SNS 上に発信するかもわからない。そんなわかりやすい情報漏洩ありえないからあなたそんなこと考えてるの？私のイメージに関わることだからね。ま、それはいつから？そうだな、具体的には定かではないけど、ここ2ヶ月くらいかな。何かこの2ヶ月で環境の変化とか思い当たることはあるかしら？いや、ない。本当に？本当に。本当なのね。ああ、神に誓って本当だ。エド、エドワード、根負けして。そうだな、変化といえば娘が家を出ていったでもそんなの大したことじゃない。小さなことさ、本当に。シャーロット、エドワードを睨みつける。え、なんで、私が何か言ったか？まず、嘘をついた。それからあなた、
それを本当に小さなことと思ってるわけ？これが何の問題なんだ？あいつは、ビクトリアは自分の意思で出て行ったんだ。正気？15歳の女の子が自分の意思で？いや、勘違いしないでくれ。出て行ったと言っても家出じゃない。全寮制の高校に編入したんだ。それはなぜ？一番は娘にとってそれがベストな選択だったってこと。学力的に、それから環境的に。環境的に？よくあることさ。あいつと妻の間にちょっとした問題があったっていう、それだけのことだよ。つまり仲がよろしくない。ああ、でもこんなことはどこの家庭にだって多かれ少なかれあることだろう。それにこれは彼女たちの問題であって私の問題じゃない。あなたの不調と奥様と娘さんの問題は関係ないですって？うん、全くもってそう思うね。なぜって、私はこの問題に向き合って誠実に対処したんだから。エドワード、それで十分だと思う？なんだこれ、これは尋問か？そんなつもりはない。でも今の君の言い方には明らかに批判的なニュアンスが感じられたぞ。そうね、批判というよりは呆れたと言った方がいいかしら。カウンセラーとして？友人としてよ。ああ、もうあなたって本当に成長しない。成長してない？僕が？どこが？家族の問題をまるで外交問題みたいに扱ってね。娘さんはあなたの家族なんだよ。それを分かってる？何を言ってるんだ、そんなの当然だろう。それなのにあなた、それはもう終わったみたいな言い方をして。だってそうだろ、当面の間は私にできることは何もない。どれだけ娘さんが傷ついているか分からないの？だってあいつは私の地位を脅かそうとしたんだぞ。たかだか15歳の女の子が何をしたっていうのよ。私を愛してるなら離婚しろと抜かしやがった。それに選挙期間中を狙って万引き行為。あなたの愛が欲しいのよ。可愛いものじゃない。可愛い？どこが？常軌を逸してるとしか言えんね。挙句の果てには労働党に投票すると来たもんだ。確かに、うん、それはなかなかだね。だろ、とても15歳とは思えんよ。人の痛いところを的確に攻撃してくるんだ、攻撃してくるんだ、ちゃんと狙ってね。ジェレミー・コービンも真っ青さ。行き着く先はどこだろうな。労働党初の女性党首にでもなるんじゃないか。それはあなたにとっては喜ばしいこと？もちろんジョークだよ、冗談じゃない。結果的にあなたはビクトリアを遠ざけた。家庭を守るためさ。僕にとってもベストな選択だったんだ。でもあなたは後悔してる。そうじゃない？違う？後悔？何のことかわからないな。いいかい、シャーリー、一度決断したら先を見るしかない。過去を悔やむことなんて非生産的だよ。ブレグジットは決断されて実行された。二度と EU には戻れない。それと一緒さ、後悔。私にとっては全く無意味な言葉だ。でもこのままだと永遠にビクトリアを失うことになるわよ。グレースの時みたいに。ま、どうしてグレースの名前が出てくる？今も関係ないじゃないか。あいつは死んだんだぞ。エド、いい加減にして。あなたまた自分に嘘をついてるわ。嘘だって？何も嘘なんか入っちゃいない。でもそうだな、私はこのまま永遠にビクトリアに会えなかろうが構わないね。せいせいするよ。ああ、やっと重荷から解放されたってね。最低だね。それは父親として、それとも政治家として？人間としてに決まってるでしょ。ま、帰って。正直言って私の手には負えない。負いたくない。チャーリー、あなたみたいなクズ野郎を友人として、政治家として応援していたなんて恥ずかしく思うわ。忘れたの？グレースが亡くなった後、自分がどんなだったか。泣きながら私に何度も電話してきた。助けてくれって。何も手につかないって。それなのに後悔はないですって。本当に呆れる。よくもそんな嘘を。どの口がそんな強がりを言っているのかしら。卑怯じゃないか、それは。私はもうあの時の私じゃない。もう過去には縛られていない。私は未来を見ようとして。失ってからじゃ遅いんだよ、エド。生きてても会えない。一時の感情でつながりをなくしてしまった家族がこの世界にどれだけいると思ってるの？ビクトリアが今どんな気持ちでいると思う？あなたしかいないんだよ。彼女を本当に助けてあげられるのは。あいつが私を拒絶したんだ。ダメだよ、もう手遅れだよ。あいつは私を絶対に許さない。私はもうビクトリアの、ビッキーの笑顔を見ることは決してない。あの軽蔑の眼差し。そうだよ、私はクズだ。でも耐えられなかったんだ。
耐えられなかったんだよ。何が耐えられなかったの？あいつはグレースに似すぎてる。似すぎてるんだ。ま、グレースが私にとってどんな人だったかは君も知ってるだろ。あいつとはよくしょっちゅう喧嘩をしてたよ。くだらないことから大切なことまで全部と言っていいぐらい意見がぶつかった。でも私たちは許し合えた。なぜってそこに嘘なんか一つもなかったからだ。あいつだけが、グレースだけが本当の私を知っていた。私の全てをさらけ出せた。そんな相手は二人といない。人生にただ一人だけそういう存在だった。いや、アイミーも素晴らしい女性だ。それは嘘じゃない。でもそれは彼女は私に合わせてくれるからだ。私の前で不機嫌な顔をしているなんて見たことがない。おかげで心穏やかな生活を送れてる。でもそれだけだ。比べるわけじゃない。そんなの二人に失礼だ。だから私は過去に蓋をした。あいつを思い出すものの一切を処分した。これでやっと前を向ける。そう思ったら今度はビクトリアがあいつと同じ瞳で俺を見てるじゃないか。何かの呪いか罰かと思ったよ。心の中ではグレースを忘れていないのに、空白と孤独に耐えられずにアイビーと再婚した罰だってね。私は自分が許せなくなっていった。それでも不実な結婚だとは決して思いたくなかった。アイビーのためにも、生まれてきたアーサーのためにも。その通りさ、私はビクトリアを遠ざけた。あの子に責められるとまるでグレースに責められるように感じているからだ。それが本当の理由さ。これでいいだろ、腐ってくれ。ま、エドワード、気休めかもしれないけど、グレースはあなたを責めたりなんかしないわ。そうか、グレースはめちゃくちゃやきもち焼きだったぞ。それにビクトリアがあなたを拒絶しても、あなたはビクトリアを愛することはできる。いつだって。拒絶されたら傷つくじゃないか。だからって愛さない理由にはならないでしょ。一生必要とされないかもしれない。そうかもしれないし、そうじゃないかもしれない。大切なのはあなたの支えを必要とした時に応えてあげることじゃない。私にそんな聖人君子みたいな生き方ができるかな。トライするかはあなた次第よ。そうだね。ま、そろそろ時間だ。行くとするよ。そうね。シャーリー、またここに来てもいいのかな。どうかしらね。また連絡するよ。なあ、今日みたいなもん、その治療の一環だったりするのかい。どうかしらね。こんなことを言うのはあれだけど、君はあまりカウンセラーに向いていない。余計なお世話。あとくれぐれもお願いしたいんだけど、私がここで泣いたことは。私を舐めてるの？失礼。エドワードはドアの方へ向かう。シャーロット、友達でいてくれてありがとう。どういたしまして。エドワードは出ていく。バーカ。カウンセラーはバッグからサンドイッチを取り出す。何よこれ、賞味期限が切れてるじゃない。音楽が流れる。ややあって音楽が止まる。ま、いいわ。シャーロットは携帯電話を取り出して電話をかける。もしもし、パパ、私よ、シャーリー、元気？もうのっけからそんなにガミガミ言わないで。わかってるから。ごめんなさい、今まで連絡しなくって。
うん。え？何も企んでなんかいないわよ。お金？違う違う。違ったら。ただ、謝りたかったの。パパ、ごめんね。いいのよ。うん。ねえ、急だけど今夜そっちに行ってもいい？一緒にディナーでもどう？は？彼女が来るからダメ。じゃあその人も一緒に。電話での会話が続き、舞台がゆっくりと暗くなっていく。終わり。この時間進行していこうと思います。21時には終わらせるというか、その終わりというつもりで見積もっています。改めて思いますが、たくさんのお客さんがいらっしゃいますね。あ、ここまで来れて本当に良かったなと思います。手厳しい意見ですが、物腰柔らかくお願いしますね。安全な環境づくり、皆さん協力してお願いいたします。まずはゲストの紹介からさせてください。こちらが北美幸さんです。お願いします。演出が演出部所属ユニット理性的な変人たちメンバー、2017年アトリエの会後に水をやるで文学座初演出、近年の演出作品に世田谷パブリックシアター、建築家とアッシリア邸皇帝ナトリ事務所、天領の囚人たち、古殺人、ブッチャーなどです。よろしくお願いします。こんな感じでちょっとキャリアをお伝えしていきます。もう一方、ゲスト、牧野のぞみさんです。1984年から2010年まで劇団 MOP 主催、2001年に高木かのもの、で、セリア南北劇曲賞、2011年にローマの休日で菊田和夫演劇賞、2022年に昭和美人荘で芸術選賞、文部科学大臣賞、同年には紫綬褒章も受賞です。すみません、なんかせっかくのキャリアのところをうまくしゃべれずに申し訳ございません。いえいえ。そして、本日の主役です。本当にご来場ありがとうございます。出演者の方、お疲れ様でした。よろしくお願いします。お名前は白川哲司と申します。よろしくお願いします。で、今からまずは1段階目、この記憶を激になって良かった点をどんどん上げていってほしいなと思います。手挙げていただいたり、だんだんもう口だけで言うと結構です。まずはしばらく僕の方から指していってっていう風な流れを回してください。では、あ、なんか感想を聞いて、どうでした？感想、そうですね、稽古の時は、1シーン1シーン止めながらということで、初めて最初から最後まで通しで見させていただいたんですけど、なんて言うんだろうか、私自身、もっとブラッシュアップの必要性感じる上で作家として率直に言わせてもらうと、なんていうか、その前半のお客様の期待値に対してちょっと後半なんかそれがあまり答えられてないんじゃないかなっていう、ちょっとなんかシリアスなトーンが続いてお客さんがちょっと疲れてしまったのではないかなっていう印象を率直に思いました。はい。今のはあれですね、作者から皆さんへの質問の中でちょっと取り上げてみたいようなところでもありました。ごめんなさい、むしろフライングしてしまいました。ごめんなさい、僕やっぱいい、そんなことを感じているとはありますけれども、リーディング
良かったところをどんどん教えてください。お願いします。はい、奥の方からどうぞ。ございます。この曲は同じ登場人物の方がシーンをこうまたいで違う2面が見えていくというか、面が違う面が見えていくと同じ人違う方との会話を通してその連続性だったり二面性がとても見やすくて伝わりやすくて、でアングリーということでこう怒りをテーマにずっとその喧嘩だったりをしてはいるんですけど、こう見ていてとても笑える、すごく笑ってしまうような格好の描き方というのがとても面白かったなと思いました。ありがとうございます。どんどんお願いします。はい、日本の作家なのに徹底して自分はイギリスの作家だと言いましたもう騙そうとしてる多分これはプロデューサーとかに適当なイギリスの新人作家の今当たってる作品作家賞となると騙されるプロデューサーありがとうございます。どうぞ。はい、はい、お願いします。2番目の、女優の、怒られる時の女優が、なんかすごい受け流す感じが、まあ受け流すというよりは、まあ、溜めてるんだけど受け流してる感じがすごい面白くて、なんだろう、強いなって思いながら見てて思いました。すごく面白かった。あと、もう一つ目 のカスハラっぽいやつ、もう絵に描いたようなそのマニュアルに使えそうなぐらいこうやっちゃダメなことのオンパレードになっていて、すごいこれもなんか本当にどっかの教材に使えそうなぐらい面白い感じしました。ありがとうございます。ずっと拝見してて一つ一つのその何て言うんですか、これまあこんな板張りのところでリーディングでやってるんですけど、セリフとか見てるとそこのシーンがこう浮かんでくるような緻密さがあるんですね。でそれがまあ7つか8つありましたよね。8つあった時に全部はそれがきれいに異なってる、でそれがイギリスのそれぞれの風景になってるようにきちんと描かれてるから、そこの間こう人がこう繋いでいくじゃないですか、ちょうど鎖みたいに。でその時にそれが表と裏でこう繋いでいくから、そこのところの流れが全く違ってくるものがその風景もこう映えさせるし、逆に今度はそこの違った部分をこう生きていく人の表裏っていうのをきれいにつないでいくんで、全体を見た時にすっごいスムーズなんですね。で最後にそれがなんか戻ってきた時にほらエッシャーっていう人のこう水がこう流れてまた元に戻ってしまうような絵ってあるじゃないですか。ああいうような感じのこうイメージっていうのがあって、だからこう一つ一つを楽しみながら全部見てもなんか美味しいみたいな感じもあって、非常に面白かったです。ありがとうございます。同じようにそう思いますとか言うと全然同調だけでも全然、はい、今回初めてこの曲を見させていただいたんですけど、その関おっしゃってた前半の期待に対して後半はちょっとっていうおっしゃってたと思うんですけど、確かに前半ずっと見てて、あ、これ一周するのかなって思ってた、最終的に全員出てくるのかなとか思ってたんですけど、別のまだ最終的に出てこないですけど新しい登場人物が出てきて、その賞味期限切れてるじゃないで、あ、回ったと思ったら、あ、そっちに電話行くんだって思って思ってたよりももっとホイールってその回り回ってるなって思ったんですけど、思ってたよりももっと大きい円にずっと回り回ってるのかなみたいな、そういうなんか自分が思ってたよりも結構壮大な内容なのかなって感じました。ありがとうございます。あ、車、どうぞお願いします。ここに来る前に一回曲をパーッとさらっと読んで、実際に俳優さんたちがやってるのを見させていただいて、その時にちょっと誰がどのキャラクターがどのことで怒っているのかっていうのをちょっとメモしていこうかなと思って、メモしながら見たんですけど、意外とそのベクトルが1個、その店員さんにお客さんが怒るとか、息子がお母さんに怒るとか、その一方向だけかなと思ったら、怒られてる方もその要所要所でこう怒り返してたりとかがあって、その怒りの一つ怒りっていうのを書いても、その怒りのバリエーションがすごい多彩だなと思っていて、
それがすごく面白かった。ありがとうございます。まだまだどしどし行きましょうか。なんか熱くないですか？大丈夫ですか？そのことだ。今あの収音がちょっと冷房を、あ、ごめんなさい、でも僕長袖着てるのでちょっとあんまかっこにならないかもしれない。違います、間違いないです。はい、暑かったら言ってください。はい、なんかあのストーリーの中で怒りのバトンがどんどんこう渡っていくところが軽快ですごい分かりやすかったなっていうのと、まあ、一つ一つのお話必ずちゃんとオチがあるっていうのがよくできてるなってすごい思いました。ありがとうございます。そろそろゲストに切ります。褒めるところがこれぐらいのしかないんでしたけど、いや、そんなことはない、そんなことはない。僕も、バイトしてるんですけど、バイトでこの最初のやり取りみたいなのすごいよくあるなって思って、しかもなんかその時にまあこれはあのすごい分かりやすいじゃないですか、賞味期限が切れてるっていうことなんですけど、でもまあそういうやり取りだったとしても、たまに僕はなんでこの人は何に怒ってんだろうって思う時があって、まあ、この人は正当だと思って怒ってるけど、その怒りがどっから来てんのかよく分かんない時あるなってすごい感じで、まあでもこれはすごい正当だっていうことで起こってるんだなっていうところからちょっとあははっていうところから始まって、まあ、なんかだんだんこうなんで怒ってるのかが分かりづらくなっていく感じがあって、僕はそれはすごいいいなって思ったのは、怒りって何なのっていうのをすごい見てて考えるきっかけになったなと思って、しかもこう連鎖していくから怒りって何っていう主役が怒りみたいなところで入れたのがすごくこの構造が良かったなって思ったことと、なんか最終的にこうなんかこうあの政治家の人がの話の中であったその空白と孤独なっていうところがあって、あ、怒る原因って空白と孤独なのかもって思いつつ、最終的になんかこう何かをカウンセラーの人は与えられ誰かに何かを与えることで何か満たされて人に優しくできるっていうところで終わるのかな、終わったのかと思うとちょっとなんかいいなって思ったところと、あと最近こうアンガーマネージメントしなさいみたいなのすごいよく言われるんですけど、なんかこうアンガーマネージメントをすることでこの人たちがこの満たされるのかなってすごい考えました。なんかそういう怒りについてたくさん考えることができたので良かったです。はい、あの初めて、お伺いしてこの趣旨もここに来てあの理解してっていう感じなんですけど、こうやってあの読み合わせみたいな状況で私を作ってる側でもないので普段鑑賞する側なので、こうして読み合わせの状況を拝見することがまずとても面白くて、本当の舞台だときっととがき部分はないと思うんですけど、さっきまでガーって感情的になってた役者さんがスンってとがきダウトになられる構造も面白くて、多分そこはきっと本当の舞台だとないんだと思うんですけど、あんなに劇場的にやってらしたけどお芝居で今スイッチ変わったんだみたいななんか見れたのもとても面白かったのは、ちょっとそれは個人的な感情なんですけど、これはお芝居だって分かってますけど、そうじゃない例えば電車の中とかスーパーとかでこういう場面を見てしまうことが時々あり、それを聞いてるときは本当にただただ削られるというか消耗するというか、人の怒りというものがいかに人を当事者じゃなくても削るんだろうと感じることが日常生活の中では多いので、こうしてそれをエンターテインメントではないですけど、ものすごく怒ってらっしゃるけどとても上手い役者さんが本当にやってるだけで、それをこうエンタメとしてじゃないですけど、こう鑑賞対象として楽しんでいいんだっていう状況で見れたのもとても面白かったですし、本人たちはとても本気でやってるのに傍から見てるとちょっと笑ってしまうみたいな、漏れちゃうんだよみたいなとか、え、
エッチしよう、なんで今みたいな、そういうなんか本当は2人の噛み合ってなさが本気なのに見てると面白いみたいな、くすって笑える場面を上手に入れてらしたのも、こうずっと本気でやり合ってるのを聞いてるだけだとしんどかったと思うんですけど、上手に視感を入れてらしたのを上手だなって思いました。ちょっと初めてって感じじゃないですけど。すいません、ちょっと尊敬されませんでした。ありがとうございます。じゃあ、一応、はい、はい、ごめんなさい、案内してたものですけど、同じ劇作家も僕もやっているので、すごいな、これは絶対僕には 無理だなっていうところが大きく一つあって、絶対僕だったら、僕という年齢とバイオグラフィー、履歴書に近い人物に肩入れしたエピソードのみが濃密になって、その他手薄、もしくは全体を通してみれば、あ、こいつこういう人生歩んでたんだなっていう大体の偏りが見えるみたいなことが、絶対僕の作品はだったら起きてしまう。得意な部分だけ、リアリティの枠とこだけ書いてしまうっていう、ちょっとそういうよれみたいなことが起こりがちなんですけど、なんか不思議とまあ、すごく身近なテーマから、あと、もっと年齢層が幅広いところから、そこに対してなんかもちろん演劇っていうものは出てくるけれども、その作家の主体としてなんかすごく それ以外のなんていう演劇分野以外にもいろんな関係を均等な距離感で描けてるのはすごく僕は絶対できないからもうそれはすごいなっていうことは思いました。あとさっきちょっと一緒になりますけど、怒りが昨今僕はね、ないなんかネガティブで排除すべきみたいなものがあるんですけど、そこにあえてやっぱ焦点を当てるっていうのはこの作品の意義として高いのかなっていうことと、最後に一個だけ、なんか最近読んだ本でなんか人間は何かが奪われた時に起こるらしいかっていうのを思い出して、この人たちは何が奪われてるんだろうっていうことを思いながらちょっと見させていただきました。ごめんなさい、ありがとうございます。はい、行きますか。はい、あ、私はピンポイントですけど、シーン3 の、 演出家と女優の会話がすごく秀逸というか、ここがめちゃくちゃ面白いなと思ってます。それは多分自分が共感できるポイントだったり、まあ、当事者として関わることがある分野だから余計なのかもしれないですけど、聞いていて、なんていうか、その部分が一番こうぐっと集中して聞けた、何かしらの多分魅力がそこのシーンにあって、なんか一番そのシーンのなんていうか、多分俳優でもいらっしゃるから、その当事者としての経験だったり、なんかそういうものがすごくリアリティとしてちゃんとこのシーンにあった感じがして、このシーンは特に面白いなと思いながら聞いてました。で、怒りっていう着眼点と構造のなんていうか確かさ、もうどういうふうに見ればいいかっていうことがきちっと定められている、でそれがぶれないっていうことはこの作品を見やすくしている重要ないいポイントかなと思いました。ありがとうございます。マテオさん、お願いします。まあ、大きなとこから言うと、もううまいんですよ。よく描けてるっていう、まあ、俺が言うと偉そうだけどね、一応同業者だから言わせていただきますけど、まあ、大変アイデアも秀逸だし、うまい。で、何がうまいっていうかっていうと、まずその構成、構造がしっかりできて、構成と構造がしっかりできてると。で、最初の2話を見るともうどういうふうに、ね、進んでいくかが分かるんです。で、これはオムニバスで、その怒りっていうのが連鎖していくんだっていうふうに、分かるっていうところが、まあ、まあうまいですよね。で、それからそれが、まあ、最終的には多分またその最初 の、 まあ、クレマーだった彼女の話になるんだろうなっていうのは予想がつくんだけど、で、その最後にさ、こうサンドイッチ取り出して賞味期限切れだってなって、あ
ね、さっきおっしゃってたけど、まあ、それで一応こううまく完結するのかなと思ったら、そこで言ったら彼女が電話をして自分のその父親と関係を修復しようとすると、うん、だからあそこで要はクレームつけに行かないっていう選択を取るのね。だから、それで元に戻ってまたその怒りが続いていくのかと思うと、その怒りの連鎖をあそこでこうほんのちょっと断ち切るっていうと、言ったらすごくこう、まあ、ほんわか明るい希望を持ったエンディングに着地するっていうのかな。本当に紙一重なんだけど、怒りをなんかちょっと回避できるっていうのかな。だからなんかそれこそ戦争とかね、憎しみの連鎖でずっと続いてて終わりようがないんだけど、どっかこうなんか、本当にほんのちょっとした紙一重のことでその連鎖を断ち切ることができるんじゃないかっていうような希望を述べたところで終わるとか、だから構造がすごいうまくできて、その構成がすごいうまくできて、でそれともう一つここうまいなと思ったのが、真ん中のチャットのところか、真ん中っていうかちょっと、であそこが、で僕その詳しくは知らないけど、イギリスってまあ日本よりは結構なその階級社会ですよね。そうすると最初のその多分この店員をやってるビリーとかは、労働者階級の、まあ、まあかなり下の方にいる人だよね。でも最後の政治家、保守党の政治家ってなると結構なアッパークラスだと思うんだけど、そう言ったらこう同じ登場人物でつながっていって、なかなかそこへ上がっていけないと思うんだよ。だんだんこう階級が上がってるような感じなんだけど、あそこへは結構なこう改定があるっていうのかな、なんかこう差があると思うんだけど、あそこをその SNS の空間で言ったら誰でもないものとして出会うっていうことでこう橋を架けてるね。だからあれこれがこうナイスアイデアって思うんですよ。なんかだから実はあの女の子が結構アッパークラスの子だったっていうので、その最後政治家っていうところまで行って、なおかつそれがあの冒頭のカウンセラーのまあ、友人であり、その患者でありっていうようなふうな着地をするっていうのは、なんか その辺を含めてちょっとうなる、うまいよくできてるというふうなのが、まあ、あの良かった点ですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。結構いろいろ聞きましたので、次の段階に行かせてください。結構いい話を聞きましたし、まあ、まだいろいろありますが、ブラッシュアップの場です。作者から皆さんへの質問、まず一つ目お願いします。はい。そうですね。まあ、冒頭にも申し上げましたが、まあ、私の、まあ、肌感として、まあ、前半部分に、まあ、ピクタさんもおっしゃられていた、シーンさんとかで、まあ、結構、なんか笑えるというか、まあ、そういうシーンがあった後で、まあ、私としてはまあどの人物も笑えるというか滑稽な部分を書いているつもりなんですが、なんか今日の空気感としてはちょっとなんかダウンなトーンが続いたような印象があって、なんかそこでなんかもっとここの人物であったり、ここのシーンちょっと物足りないなとか、この人物もっと見たかったなっていう、そういうお話だとか、まあ、あとはそうですね、結構そこのシーンがうまくいったかどうかっていうのが、シーンのラストのオチの部分に現れてくると思うんですけど、ちょっとここのオチ弱いなと、もうもっとここ欲しかったなみたいな、そういう具体的なご意見いただけたらと思います。あの時のあんな感じぐらいで伝えていただければ、そうこっちで台本で、はい、あ、それはこんな感じですディテールを提供していきますので、ちょっとなかなか言いづらい。 ありがとうございます。伺っていてそこはあまり感じなかったです。各シーンのレベルというか、それリレーしていくわけですから、全シーンの一人は残っていくのが大体のパターンでしたから、そこに物足りどっかが物足りないとか過不足はなかったように聞いてて思いました。ありがとうございます。各シーンのつながりが非常にスムーズで、
気持ちが良かったんですが、唯一あのジュリーが最後泣いて、あのマイケルがすぐにね、あの母親に歩み寄ってしまうシーンがあって、あの間はもうちょっと秒間にそう仲直りするまでのプロセスがもうちょっとあるといいなと唯一思いました。ここは素晴らしいつながりだった。ありがとうございます。そうですね、僕も今おっしゃられて思ったんですけど、その、まあ、お母さんを泣かせてしまった子供がなんかその最後に言うのが、まあ、結構そのマイケルは面倒くせえという言葉を発露するんですけど、ちょっとそれがマジで面倒くせえというのはちょっとあんまりかなみたいなところを持っていたので、ちょっと参考になりました。ありがとうございます。はい、拝見してて一つ一つのシーンのその面白さの、なんていうんですか、そのエキスって全部違うんですね、うん、で、それが一つでも二つでも重なってしまうとなんかだるい感じになってしまうかもしれないんですけど、それが全部違っているので多少そこに重さとか軽さがあるのは当然で、うん、逆にこの作品全部って多分時系列でつながっているのとはちょっと違うじゃないですか。完全にまあ、流れとは言っているんですけれども、そこのところにこう社会の断面みたいなものがずっと並べられているような作品にも感じるんですね。でそういうふうに感じた時にその重さ軽さっていうのが逆にないとすごく薄っぺらくなるんだけど、そこのところにその重さ軽さがあるから、その社会のそれがそのまま懐みたいにも感じられて、だから必ずしもなんかそのこれは受けてこれは受けなかったっていうのは、まあ、多少ねその面白さが違うから、で人によって見る方にとっても笑えるところ笑えないところっていうのは絶対あるはずなんですよ。あの身につまされるものもあればバカだねーって思えるところもあるし、それからあとちょっとこう想像ができないようなあの空間にあるところもあると思うんですけども、なんかこれが例えばイギリスっていう話になった時にそれも全部含めてそのイギリスのその懐の深さのようにも思えたので、だからこのばまつきっていうのはむしろ逆に後半も重くなってるのもっていうふうにあの作られてることは感じてるかもしれないけど、それも含めてなんかこうそのまま膨らみにはなってたような気がしました。あのちょっと質問返しみたいに言ったんですけど、ちょっと言い方が難しいんですけど、あのこのその怒りがどんどんこう受け渡されていって、ちょっと私の個人的な感覚では最後何かこうそれが変化して回収みたいなものが展開集みたいなものがあるのかなってちょっと期待をしてしまったんですけど、それはあの作者さんの意図としてこのエドワードとシャーロットのシーンで、まあ、先ほど牧野先生がちょっとおっしゃってましたけど、あのちょっと怒りっていうのが変化して終わるっていうのが意図的にあった、回収をしてるみたいな。そうですね、ご質問ありがとうございます。まあ基本的にはこの怒りというものが、まあ、いろんな問題の連鎖として、人の関係を断っていくものであったり、まあ、マイナスの面で描いている部分もあるんですけど、私の結論として、まあ、例えば、シーン3の最後で、ローラとサイモンが怒りを見せ合ったことで お互いの自己開示ができてより信頼が結ばれていくっていうプラスの面もあるし、そのシーン8でエドワードが見せる怒りっていうある意味彼 の孤独とか喪失の悲しみから来る真摯な誠実な怒りが誰かの救いになるっていう、そういう怒りの側面も描けたらいいなと思ってああいう合唱させていただきました。はい、ちょっとあの今の質問とは外れるかもしれないですけど、後から思えばこのシャーロットがエドワードのカウンセリングを受けてそこのシーンを見た後で第1シーンのシャーロットの怒りというレベルはなんかこうちょっとギャップが大きいなというか、なぜ彼女はあそこまで怒れるんだろうかと、こう冷静になカウンセラーとして冷静な立場でいることが可能な彼女が
第シーン1であそこまで怒りを高めることができるのかなという、ちょっと後から思えば疑問に思うなという気はします。はい、でもそれも同じ思って、シャーロットの背景があんまり描かれてないのがもうちょっと知りたかったなって思いました。あとちょっとまたこのポイントなんですけど、高校生の2人がアプリで話した時、やっぱりナイスアイディアのところが、あれは交際アプリですか？じゃなくて SNS？ そうですね、まあイメージとしてはそのランダムチャットというか、そういうなんか少し読んだ時に面白かったんですけど、さっき見た時に少し違和感があって、もしこう1対1のチャットだとこんなにイライラする相手と喋らないなって思って、自分の場合はもしかしても、その同時にX とかのリポストに似てるなって思って、こう怒りをこうなんか他の人に見られるものじゃなくて、他の人も 見えてるこう私が正しいってこう主張するリポストの方に近いなって感じました。はい、はい、感想です。ありがとうございます。発言しようですか、さっき、白川さんがおっしゃった3の終わりでローラとサイモンが怒りを出し合った結果、こういうふうに、まあ、ある種は和解理解し合えるってことをおっしゃったんですけど、ちょっとそれは、私は今の台本からは読み取れないかなっていう感じがして、この私シンさんさっき申し上げたように一番好きなところなんですけれど、っていうのは、やっぱりこのシーンは女優と演出家って設定ですけど、なんかどういう女優なのか、どういう演出家なのかっていうのが割合こう特定できてるというか、ちゃんとそのアイデンティティとして書かれてる感じがして、それは例えば他のシーンで、さっきそのシャーロットの背景をもうちょっと知りたいとかっていうことがありましたけれど、カウンセラー、どういうカウンセラーなのかとか、母親、どういう母親なのかっていうところのなんか像の作り方に比べて、このローラ・サイモンは割と より明確に彼らは見えるなっていう感想だったんです。ただ、彼らがその怒りを表明し合っていって、和解に行き着くまでにはもう一個何か突破しないといけないポイントがある感じがしていて、つまり怒りで今まで話せなかった何かが話せた、怒りで相手と話した結果何か、そうか、自分にとってこれが問題だったんだって新しい発見が例えば何かあるっていう、つまり何かを得られることができれば和解っていうところにも何かいけるのかなと思ったんですけど、今その彼らが和解するまでの大きい仕掛けっていうのはちょっとなんか台本上には現れてない感じがして、もしこれを上映するとなると結構力技で俳優にそれを要求していかないと、つまりテンション上げてくださいっていうことでしかちょっと解消できない感じがするのが、もうちょっと戯曲の方でも手伝ってくれていいんじゃないかなっていうような印象がここはありました。ありがとうございます。そうですね、まあ今のご意見に対しては、ここでローラが最後に、最後まだ何かあるのか、また来週、ああっていう、そこの意外性というか、あ、ここで切らないんだっていうのも一個の狙いであるから、なんかそこで和解っていうのをちょっと説明的に渡してしまうと、ちょっとこのコールラストが緩くなってしまうようなっていう印象はあります。はい、
ごめんなさい。でもじゃあ、例えば、なんか若いところも話すけど、でも、根拠はよくわからないかもしれない。うん、ここはわかんなくていいんじゃないかな、いいそういう感覚なんだ、うん。俺はただ、愉快っていう、変わってんな、ローラって。いう感じで、愉快だったで、それが伏線になってて、付き合ってたんだ、あれからっていうのが、愉快なので、どっちかっていうと僕そのローラっていうのと次のローリーって呼んだ時のあのすぐパッと結びつくかなっていうのだけだから1回ぐらいローリーって呼んでいいってなんかどっかで入ってるとか例えばよなんかもうちょいなんかそこが、まあ、それ付き合ったんだあの2人あれからっていうのがあって愉快かなと気づいてなかった気づいてなかったのかそうなんかあの浮気相手で、うん、恥ずかしいです。そうなんですよ。ローリーでスイートハートだってなんだっけ？マイシュガーローリー。マイシュガーローリーってそのどっかでね、そのローリーって言ったらローリーって呼ばないでとかさ、例えば、うん、あすまないローラーとかってなんかどっか一個入ってるとかがあると、はい、次の何がマイシュガーローリーよっていうのでドカンと来ると思う。うんだからあのちょっとそれはまあそういうテクニカルな問題だかな。でもここで和解する人は全然ないです。むしろあのいや自分で言うたからよ。自分で言うたからみんなえそうかって思うわけで、あのそういうことはあるだろうけれどもっていうなんかいやそれがなんとなく2人のきっかけになったっていうようなことだと思うんですけど、だけどだからこれはそのままでいいんだと思うんだけど。和解はしなくていいからですよね。来るんかい来週もっていう。そういう意味で言うと一気に行っちゃってもいいんじゃないですか。このチェーホフの面白さとかっていう橋渡し。まあでもここ笑ってらっしゃる方いたから内的には面白い。チェーホフは面白いんだ。それも愉快だけどね。なんかシェイクスペアなんかないじゃない。チェーホフは良かったです。そうなんです。逆に質問みたいになっちゃうんですけど、その白川さん的に、はい、その意識的にその深刻な怒りとかその怒りっていうのをその発散してその解決するものもあれば、例えば相手にぶつけたとしても解決しないものもあるんだろうなと思って、だんだんその結構怒ってることがその人が変わっていくことに向けてちょっと深刻になっていってるのかなっていうふうに。思ったのでその最初のバランスじゃないんですけど、どうしても後半の方はシリアスになってあえてその意識的にやってるのかなと思ったんですけど、そういうわけではない、それはあのおっしゃる通りで、やはりなんていうかその構造としてエドワードを最後に持ってきて、ここで物語として一つ大きいカタルシスを、持ってきた方がいいと思ったので、まあ、これは、まあ、ビクトリアが抱えてるあの母親を喪失してしまったっていうテーマもそうなんですけど、そうですね、あえてそこは結構ディープにはしています。そうですね、なので僕の感覚としては結構そのチャットのシーンとか結構 もっとライトなイメージがあって、うん、そこでまあその前のまあそのジュリーとマイケルのシーンとかも結構なんか母親と子供のあれなんですけど、なんかやってみてこれはすごい発見だったんですけど、なんかそのこれは演出する方向でもブラッシュアップする方向でも重要だなと思ってたんですけど、滑稽に見ることもできるし、なんかその母と息子のなんか言葉にできないその関係性の肌感っていうのをリアルに伝えるっていうのもあの方向性としては全然ありだなと思って、これはどっちを追求していくのがいいんだろうかってちょっと正直今悩んでいるところです。はい、ありがとうございます。次の質問いきましょうか。はい、これでしょうか。そうですね、まあ合計で8人 の登場人物が出てくると思うんですけど、まあ、人によってはあこの人物の気持ち分かる分かる
っていう、これは分からないなっていうところもあるかもしれない。もしなんかその私だったらこういうことを言いたいと、この人物だったらこういうことを言うんじゃないかなっていう、そういう具体的ななんか、まあ、例えば結構意識的にこの中ではバカとかクソったれっていうのは、まあ、英語にした時の、まあ、ファッキューなんですけど、まあそこら辺は使ってるけど、もっとこんな悪態あるみたいなそういうのがあったら、なんだそれ。ちょっとすみません。知らんよね。それはもう知ってるか知らんかの話だし。本当に具体的な言葉は出てこなくて申し訳ないんですが、イギリスって全体的に結構ギョッとするようなブラックジョークを好む風潮がある印象がすごく強くて、昔のものだとモンティパイソンとかも結構際どい感じのところだと思うんですけど、そのなんか具体的にこれっていう表現がちょっと出なくて申し訳ないんですけど、なんか日本人ももしかしたら聞いたらギョッとするようなものがあっても、そのイギリスっていう舞台を考えたら一つ効果的なのかなっていうのは感じました。例えば思い出せる範囲で大丈夫なんですけど、際どい状況、例えばどんなものになりますか。思い出せる範囲まあね、この作品のとか決まったら参考にさせていただきますので、モンティパイソンとか、なんか人種とかそういうのには触れないんですけど、はい、結構その相手の文化圏を見たときにちょっと揶揄するような表現だったりとか、やっぱりちょっと見ようによってはギリギリだなっていう、なんか相手にその前提の知識とかがないと伝わらないようなものとかも結構あるなっていう印象はあります。なるほどです。ありがとうございます。終わってからでもまた教えてください。なんかジム・ジャムシュ、ナイト・オン・ザ・プラネットっていう映画で、そのロベート・デ・ニーロがタクシーの運転手やって、同じセリフなんですけど死ぬほど言うんですよ。ファック、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 ファック言う。それめちゃくちゃ面白くてなんか語彙だけじゃなくてその量でも結構それを表せるのかなっていうのはちょっと思います。ここでもクソったれクソったれクソったれって、その繰り返すとか、その同じ言葉でも死ぬほど言うとすごい怒ってるっていう表現になるんだなっていうのは、それちょっと思います。ありがとうございます。差別的なやつを今入れるのがいいのかよくわからないんですけど、昼見てきたトップスでやってるバースデーがイギリスの曲で、黒人の助産師で白人のミドルクラスの夫婦で、まあ夫は何に妊娠するって変な話なんで、それは置いといて、黒人の看護師に対してそのセリフにはないんだけど明らかに下に見てるみたいなのがあって、これでもセリフにすると怖いなって思うんですよね。イギリスならもしかしたら受けるかもしれないけど、例えばこれだったら最初のシーンで店員に対してシャーロットが割と口汚くやってる、それは下のクラスだと見てるからだと思うんですよね。でそれをセリフにしちゃっていいのかがよくわからないな。罵倒にはなってもしかしたら笑いにはなるかもしれないけど、それやるのがいいのかはちょっと僕には分からないです。一箇所家政婦の家政婦、アイサ家政婦が妻じゃないみたいな、はい、あれはありました。ハドソン、ハドソンが、ハドソンさん、あれ差別ですかね。そういう、いや、あ、そうですね、もうある意味あいつはハウスキーパーだっていう言葉一つで、だってその役職であってその人格を見ていないっていうところが明らかに下に見ているニュアンスです。
でもカウンセラーのシャーロットがビリーっていうだけでビリーミリガンっていう長いんですよね。長いよね。あれもう一回ケツにあの匂いが蘇ってくることを期待しましたけど。ありがとうございます。自分なんかイギリスっていうとなんかステレオタイプかもしれないんですけど、なんか皮肉屋なイメージがすごいあって、なんかそういう感じのバトンっていうか、なんかわざとなんか相手の嫌なところを褒めるみたいな、そういう罵倒があっても面白いんじゃないかなと思ったのと、あと SNS 上のやり取りって、なんか自分もよくネットゲームとかで海外の人とやり取りとかしたりするんですけど、なんかスラング、なんか英語のすごいなんかスラングがなんか調べてみないとわかんないんですけど、なんかアルファベットをもじったスラングとかがバンバン飛んできたりとかするので、そういうのも入れても面白いかなと思いました。ありがとうございます。私も先ほどの方と同じなんですけど、なんかイギリスの人って、まあ、直接的な表現をするんではなくて、まあ、ちょっと皮肉ない回しで罵倒することの方が多いのかなという印象でして、まあ、アメリカ人のイメージはそういう汚い言葉を言って罵倒するタイプの、いわゆる大阪みたいな日本人。だと逆にそういう言葉は使わないんですけど、友達に表現する京都の人みたいな、なんかそういうような求められてる回答とは違うかもしれないんですけど、そういう一面があってもいいかなと。この間たまたまロンサムウェストっていうアイルランドの一曲のリーディング見てて、でその時に宗教絡みのいろんな罵倒っていうのが出てくるんですよ。地獄に落ちろとかね、煉獄に行けとかね。でそういうのがあるとなんかすごくなんかネイティブなイギリスっぽくなるのかなっていうのを。あと逆に関西だと逆にね、死んだらええねんとかえいいのにとか平気で言うじゃないですか、関西の。ああいうだからああいうのを入れるとなんかまた別の、要は翻訳劇的なその風合いも出てくるのかなっていう気もしました。まあどっちにしてもあんまり綺麗な言葉ではないですよねと思いますけども。作者さん、もうイギリス人なんで、わかんない入れてますよね。例えば、ジェレミー・コービンとか、労働党党首、これわかんないですね、日本人が作る。ああ、そう、確かにそうです。あと、ブレジレットとか、会議とか、なんか、もう、イギリス人に向けて書いてるから、うん、日本人はわからない。そうですね、まあ、なんて言うんですかね。まあ、あんまりその全部を分かる言葉でやってしまうとあんまり想像ができないから、あえてちょっと、まあ、例えば今だったらジェレミー・コービンじゃなくてキア・スターマーの方が分かりやすいと思うんですけど、まあ、そこはあえてジェレミー・コービンの方が距離感としていい気がするので、まあ、そういう言葉のチョイスをしています。はい、もう本当にイギリスの演劇を目指してきてそんなことは。まあ、それと関係あると思うし、結構抜本的なことなんで、まあ、一応テクニカルなアドバイスとして言うんだけど、僕も割と翻訳劇調っていうのの芝居を書くことがあって、まあ、出てくるのみんな外国人みたいなんですよね。でその時にいつも意識するのがね、英語と日本語ってでまず音節の数が全然違って、日本語だとめっちゃ長くなる。だからこの作品読んで、確かにそのよく書けてると思うんだけれども、これはね小説の中の長台詞なんだよね。要は小説を翻訳する人は全部訳すからいいと思うんだ、その長くなっても。で日本語で読んでて別にそのもうなんか頭の中でぼやんと想像する分にはそれですごくいいんだけど、舞台の場合はさ生で発話するじゃん、発声するじゃん。そうすると音節がなくてセリフが長いとやっぱり英語っぽくない、ね、でなので僕はまあこう一旦こう書いた後できるだけ短くしようと思って、要はシラブルをとにかく、まあ
作業としては映画の洋画の字幕をつける作業と似てる。だからあの尺で言ったらもう意味なすことをちゃんと言わなきゃいけないわけじゃん。だからちょっとそういう作業をもう少しすると英語っぽくなるのと、あと統治法を使う。要は主語が何て言うのかな、主語最初に来てさ、その なんだ、だから違うじゃん日本語と、そのだから、最初に動詞が来てどうするっていうのが来て、その次に何々をっていうふうにね、あの何々をどうするっていうと持ったりするけど、まあ、例えばその、さっきどなたかがもおっしゃってたけど、その皮肉っぽい言い方をするんじゃないかと、罵倒よりもね。例えばその3ページにあるさ、そのシャーロットがさ、大したことじゃないでしょ、賞味期限が切れてたから返金してって言ってるだけじゃない。でもうこれ長いの、うん、で多分英語で言ったらこんな長いこと言わないと思う、うん、だから、じゃあ無理です、申し訳ないけど大したことじゃないでしょ、まあ大したことじゃないでしょ、返金してって言ってるだけ、賞味期限が切れてたから、その出るとすごくいい。まあ、例えばそうすると皮肉が効くのと、いかにも英語っぽいな、多分その演技としてね、とか、例えば最初のシャーロットのだからね、私は確かにここでこのサンドを買ったって言ってるのっていうのがもう長い。だからね私はだからサンドとかもいらないんだよな。だから私は確かにここで買ったって言ってるのでだから何か証明できるものはありますか、ないわよ、レシートはない、じゃあ無理です、申し訳ないけど大したことじゃないでしょ、返金してって言ってるだけ、返金してって言ってるだけよ、賞味期限が切れてるから、ここで初めてあ食べ物かって分かる。だからなんかそのできるだけ短くしていくっていうことをやるのと、あといい具合なところで統治法を使うと、要は皮肉が効いてくるとかっていうのは、まあ小技とかとしてテクニックとしてはある。だからできるだけむしろ映画の字幕をその参考に、あのくらいの短さでっていう風な感じでセリフを詰めていくと、それっぽくなるのと、あとさっきジェルメコービーの話とか出たけど、そのできるだけそういうね、もう分かんない人は置いてっていいっていう、そのさ、なんかああいう細かな具体、要はディテールね、ディテールできるだけぶち込んでいった方がそれっぽい。で僕はディテールがまだまだ足りないと思ってて、例えばあのマイキーがじゃあどっかでご飯食べようっていう時に、どこかでじゃなくてどこそこで、もうなんかそのなんとかのパブでもさ、どこそこのお店でとか、なんとかでいつも行ってんだな、きっとそこにっていうような、それも架空でもいいし、なんかそういうあそこのダイナー、なんとかダイナーで食べようとか、まあダイナーって言わないのがいい、イギリスはアメリカか、それは だけどなんかそういう具体的な店の名前が出るとか、でそれは誰も知らなくたっていいんだけど、そういうディテールが埋まってるとなんとなくほだされて、うん、おおでこういうこの手の話、僕も自分で書くから思うんだけど、全然なんで日本の劇作家がイギリス舞台にして書いてんだっていうの全然ありで、だからその想像力でそのためにあるんで、うん、まあ一種のそういう一つのこうなんていうのかな、その雰囲気をまとうっていうのかな、うん、そういうジャンルとしてその殻をかぶるっていう、もともとがフィクションなわけだからね、うん、でもそういうのであるがゆえに伝わりやすいことっていうのもある種その怒りの連鎖であるとかっていう普遍的なことはつながったりするわけで、そういうやり方はありだと思うんです、すごくありだと思うんだけど、だったらそのためにできるだけもう本当にいかにもにしていくっていう、そういうことが、そのためには1にも2にもディテールが大事だと思うし、あとところどころでね、ごめん、まあ、これは今言うことじゃないのか、ところどころでちょっと日本的じゃねっていうところがあるので、うーんってちょっとうーんって思うのは、これでも世界的なことなんかね、
レッスンしててさ、いやいや分かるよ、これだけレッスンしてきたんだけど、それくらいは私のことが分かってるならどうしてもっとうまく教えられないんですかっていう、このクレームの付け方っていうか、うん、すごい日本的だと思うんだけど、むしろ世界的に若者はこういうことを言うのかな、そうかもしれないと。でもこういう、あと高校生のマイキーがお母さんに対してちょっと言うところなんかも、ちょっと日本日本としてはリアルだけど、なんかちょっとあれかなって思ったり、日本風だなって思うところがいくつかあって、まあそういうこと。終わりの方でも聖人君子っていうワードが出てきたけど、あれはね、ちょっと儒教っていうか中国っぽい、そうですね、まあ、狙ってるのかもしれないけど、今日はこの中ぶらりになるなと思って言っているっていうのは、いくらかポイント稼ぎだから、マザーテレサとかさ、例えばね、そういう具体名、こうなんかこういう名詞出して、私はなれるだろうか、マザーテレサみたいにみたいなね、まあ分かんないですけど、それであそこに僕がマザーテレサって書いたら、もう牧野さんのお父さんいや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 いいんだよ、そんなのはもうパブリックドメインだからここで出たことはどんどん採用してくれたらいいと思うんだけど、この時間は白川さんのための時間になるので、さんもらって、はい、牧野さんおっしゃってくださったようなことを入れてくると、その人さんとかも含めて、少しはやりやすくはなっていくとは思いますよね。2つ質問で、今度は皆さんからいただいても大丈夫かな。はい。じゃあちょっと3段階目に進めさせてください。そのままの自然な流れでフリーディスカッションみたいなふうにしていきます。いろいろとありましたけれども、皆さんの方から作者に聞いてみたいこと、例えば気になること、そういうのをどんどん教えてください。あ、すごい。すぐ待ってましたみたいな感じで、お願いします。シーン1で、レシートを持たないでクレームに行くっていうのはありえないんじゃないかと。まあ、ありえないことが前提であるんだけども、という。あ、ちなみにイギリスサンドイッチの本家ですけども、売ってるのは全部耳付きのサンドイッチしかないんですよ。日本みたいなサンドイッチはないんですけど。で、そこで出てきたビリー・ミリガンというその人の名前が一般的なのかどうかという疑問を持ったんですが、その、店員の方が反応するような対象の、その人物なのかということが一つ。あと、今度はビリーを知って、世界のビリーを敵に回したというファーストネームで、その彼らはくくるんだろうか、トムたちというようなあるのだろうかという疑問を私は持ったんですけど、ビリーというグループで敵に回すという感覚が、日本だったら田中という、日本の田中を敵に回したというのとはちょっと違うんじゃないかというような気がしたんで、ちょっとそこは疑問に思いましたという。なるほどです。見てた。わかんないです。まあ、私の感覚としてはやっぱり西洋は、まあ、ファーストネームが先に来るので、やっぱり意味合いとしては結構その、まあ、ビリーであったらビリーっていう名のくくりっていうの結構大きいんじゃないかと。確かにハリーだったらハリーの持つ性格、うん、名前の持つ性格はあるんですけども、だからといってくくられるのかなという気に入る、ちょっとしたけど、はい、はい、それで、はい、すみません、根本的な質問なんですけど、はい、なんでイギリスを舞台にしようと思ったんですか、聞いてみたかった。なるほど、僕の質問だと思います。そうですね、書き上げて、何人か知人に読んでもらった際にも、日本を舞台にした方がいいんじゃないですかという意見があったんですが、これはちょっとさっきの、ジェレミー・コービンとかの話にもつながってくるんですけど、なんかこのお話自体、扱われているものってそんなに別に遠い話ではない気がするんですよね。
でそれをなんか日本人でやってしまうと あんまり想像力がお出かけしないというか、俳優自体もあんまり負荷がかからないと思ったし、何より私自身が翻訳劇の方に割とどっぷり使ってきたっていうのがあって、まあ、やる翻訳調のものをやりたいし、まあ、イギリスに設定することによって、まあ、日本でご覧になられる方が、まあ、ちょっと想像力、ちょっとお出かけできて、サイズを大きくできるっていう、そういう狙いで探せていただいております。ありがとうございます。はい、このタイトルにした理由を教えてください。はい、それも思ってもらって、そうですね、ご挨拶文にも書かせていただきましたが、ちょっとこれは、少し話脱線しますけど、2001年にTPT というところでデイビッド・フェアが演出したブルールームという作品があるんですけれども、まあ、それを、まあ、構想自体は2012年ぐらいにあったんですけど、まあ、いろいろ経緯を得て、あ、これはブルールームのような構造で、まあ、ブルールームっていうのは男女の2人のシーンがずっと同じように続いていく話なんですが、それは2人が端的に、まあ、セックスをするまでの流れが描かれている、そのシーンの連続なんですけど、でまあ、これを書くときに、初めはブルールームに対抗してレッドルームにしようかなと思ったんですけど、ちょっとそれはあんまりセンスないなと思ったときに、ふと思いついたのが、タロットカードにホイール・オブ・フォーチュンというものがありまして、それが運命の輪なんですけれども、その正しい位置で置かれているときは物事が順調に進んでいく物事の流れを表しているんですが、逆位置に置かれていると物事がうまくいかない、まあ、そういう、和を描いたものを、まあ、ホイール・オブ・アングリーっていうふうにさせていただきました。大丈夫でしょうか。ホイールって和って言いました。そうです、はい、私なんかホイールと勘違いしてくじくじくじもっとでかかった。鍵が増幅されていて、最後クジラになるんだと思って政治家のところで、この人絶対今までの怒りで刺されるんだって思って見てて、ね、言ったんですけれども、何かでもこう怒りが大きくなっていく局面があって、スッと落ちるかのラストに持っていくのもあるのかな、今ちょっといい案が思いつかないんですけれども、という勘違いから全く違う話を想像してます。ありがとうございます。ちなみにアングリーなのかアンガーなのかとか気になる人っていらっしゃいますか。そうそう。名刺じゃねえのやっぱり。いや、そうですよね。アンガーじゃねえ。はい。まあ普通だとなんか全然いいタイトルじゃないけど、なんか鎖みたいなチェーンズオブアンガーとかだったら。なんかまあそうなのねって思うけど、うんうんうん、まあそれはねあんまりパッとしたタイトルじゃないから、うんうん、でもまあアンガーじゃねえのって、うん、とまあちょっと思ってもおっしゃると思います、うん、日本人の感覚としてなんか怒りっていう単語アングリアンガーでアングリーの方がまあもうそれだと間違いになるのは確かなんですけど、うんうん、そうですね。の文字面の、まあ、アングリー一言だけで見てない、ね、アングリー、うん、アングリ ーアングリーピープとかさ、わかんないけど、まあまあまあいいか。言葉はやっぱ共通言語になるので、ホイール・オブ・アングリーってなった時にはやはりそれは間違ってるんじゃないかっていうふうに読まれてしまうになる、うんうん、こだわりがあって名付けてるのはわかるけど、うん、正しい文法じゃないです。あったほうがまあいいのかもしれないなとは思ったり、リンネという言葉ですよね、オイル、まあそういう意味、うん、自分もあるかな、インカネーションどんどん、まだまだ質問どうぞ。なんか僕は、そのリンネというか、その最後シャーロットがやっぱ電話して、なんか抜けちょっと抜けれたりなんか裏返しになったりとかするから、なんか
回るっていうよりもなんか、なんだろう、メビウスとか、なんか、ループから抜けてるっていう、僕、タイムリープものとか好きでよく見るんですけど、どうやったら、じゃあ、ここから抜け出すのかみたいな夢があって、なんか、いいのかなって今思いました。まあ、そこは必要ないかもしれないんですけど、私、そのタロットカードの話を聞いて、ちょっとさっき伺って、面白いな、そういう発想なんだと思って、せっかくだからタロットカードがちょっとどっかに出てきたらいいのになって、ちょっと思いました。そこまでこれ、引っ掛ける必要ないのかもしれないですけど。質問なんですけど、この戯曲は理想的には、観客層は日本人だけですか、はい、それとも英語に翻訳してイギリスでも上演するとかそういう発想はありますか？なるほどです。去年から何本か台本書かせていただいてるんですが、基本的に日本だけでの上演は考えてないんです。世界の人に見てもらえるんだったら見てほしいという密かな野望を持っておきます。なぜこの質問をしたかっていうと、私香港出身 で、はい、でちょうど私今年の1月に香港の作家さんが日本の文化が好きで日本文学が好き で日本文学から読み取った世界を自分で戦争時代の日本の物語を書いてたんです。ただその人は日本語とか全然勉強したこともなく翻訳文学で学んでそこからこう読み取って書いたんですけど、でそれのリーディングを東京で今年の1月にやって、で私が演出と、まあ、いろいろやってたんですけど、でその時にやっぱり日本語を勉強したことがなかったせいもあって、日本角度から見るといろいろこういう会話日本人の間だと絶対しないっていうことがいっぱいあるんですよ。なのでこれを見た時も私も確かに日本風のところいっぱいあって、あとやっぱり全部のシーンも2人だから成立するっていうか、日本だとこういう怒りは2人の場合じゃないとなかなか多分多人数の場合はあんまり怒りをぶつけることはないなって思いまして、なのでこのもしイギリス英語に翻訳すると私もちょっとどこまでリアリティのリアリティになるかはわからないんですけど、もしそういう他の国に持っていく気持ちがあったら、もしかしたらイギリスの友人とかに、そうですねしてでも自分もリーディングやってみて思ったのは、たとえちょっと違っても多分作品で伝えたいことはすごくあるので、完全な正確さを求めるより自分の多分伝えたいことが多分はっきりあれば、なんかちょっと違ってもいいと思いました。ありがとうございます。はい、食べ物が出てきそうなシーンがいくつもあるのに、サンドイッチしか出てこないのは何ですか？あ、なるほどイギリスだからということなんでしょうか？ディナーとかは言うんだけど、食べ物として出てくるのはサンドイッチみたいな感じです。なんか重要なワードかなと思って聞いて、まあ二重ではあったんですけど、まあそこまで重要なファクターにはしてないですけど、結構これ物語がサンドイッチから始まってサンドイッチで終わるので、なんかあんまり他のものを出してしまうとそこのサンドイッチのニュアンスが触れてしまうかもしれない。そこはっていうのちょっと、もう一回出てきます、ね、もう一回サンドイッチ出てきます、ね、はい、最初と最後に間にもう一回とか出てきたと思います、はい、合計2回ぐらいです、ね、はい、分かりました。質問って限らずとも、なんかこうしてった方が良かったんじゃないのかなとか、まあ、そういうような提案でも全然結構です。まあ、はい、サイモンの
出身の演劇学校なんですけど、なんかイギリスって一番有名な演劇学校ってなんか王立の演劇学校が有名なイメージで、なんかサイモンってそこに通ってそうって思ったんですけど、なんかここが国立になったのがどうして国立の演劇学校なんだろうっていうのが少し気になったんで、ラダって書いちゃうんじゃないラダ別にどこでもいいんですけど、ケネス・ブラナーが通ってたところでもいいですし、名前出てこないんですけど。生田さんから何か作成の質問でぜひ聞いてみました。最初と最後シャーロットが占めるから、この人物の描かれ方に関してはちょっと気になる部分が大きいんですけど、一番気になったのが90ページシーン8がザーッとエドワードの長いセリフがあって、その後のシャーロットのセリフの頭が過去イライラしているそれでってあるんですけど、このイライラしているっていうのがセリフにその後あんまり現れ言葉自体には現れてきてない感じがして、このイライラしてるっていうのはどこに根っこがあるんだろうっていうのがちょっとこう探せないなって思って、うん、で最初にさっきどなたかがおっしゃってましたけど、そのレシートなしでクレームをつけに行くっていう、これはおかしいっていうので、これは私もこっちがおかしいと思ったんですけど、それをしてるのがその中学生とかじゃなくって不良とかじゃなくってシャーロットであるっていう、つまりなんかよっぽどなことがやっぱり彼女に起きてて、この日なんか相当嫌なことがあってイライラしてたとかなんかあるんじゃないかなって期待しちゃうんですけど、それがなんか最後の最後でこう回収されないもどかしさみたいなのはちょっとあって、やっぱりなんか最後の重要な人物だからどういうふうに想定されてたのかとか、あとまあ電話最後に初めてパパっていうのが出てきて、それがずっと関連してるのかどうかわかんないですけど、まあ例えば ずっとなんたびたび電話がかかってくるんだけど無視してる状態があるとか、なんかもうちょっとこの人の存在みたいなのが入ってきてる方がまあなんかイライラしやすいかなと思って、うん、頭だよね、頭のシーンでそれがあるべきだと思う。その最後に電話をかけるわけよね。だから、それの振り、前振りというか、まあ伏線としてだけど、冒頭とかに、まあ、なんか例えばこうクレームつけてる最中に何度もこう例えば着信があって、あもうつって電源切るとか、なんかわからないけど何か別の事情があるんだよと。で最後もう一回電話が出ると、あまあそういうことだったのかと思うかもしれないです。あるいはもっと細かく、その誰かお父さんとは別のお父さんとの間にいるぐらいの人にそのあの人に言っといてこうこうこうだかとか、例えばね、私はもうあなたの何とかにはなりませんみたいなことを、例えば何か激しく言っといて、で二度と私に電話しないでって言っといてみたいなことを、まあ、例えばそのお父さんの秘書みたいな人に例えば伝えてるとかさ、何かそういう具体的な冒頭にそういうのがあって、あれはどこ行っちゃったの、回収されないじゃんみたいになってるのは最後に。こう落ちると、まあまあまあ気持ちいい、うん、でそのしかもなんかこの人ほどの人が、まあ本当にそのカスタマーハラスメントみたいなね、言ったら割とレベルの低いことでこうクレームをつけてるっていう風な、その不自然さみたいな、それこそレシート持ってないのにこうねじ込んでくるのは、なんかこうよっぽど何かこの人にあったんだっていうのがないと成立しないと思うんですね。でもそれはこうやって皆さんが例えば何人かの方がそこがちょっと不自然に思うっていうのが出てくるじゃない。でもそれは絶対にクリアできる話だから、なんかそこを入れ込むことができる話なので、だからこれっておそらく作者が、本当俺も最初の話に戻っちゃうけど、最初に構想して
割と構想通りにかけた、ちゃんとでかけているっていうことがもうすでにしてすごい、それはグレートなことなんです。だからそれで出てくるこういうことをどうやったらクリアできるって、そうやって粘っていくのが多分ブラッシュアップっていうことなので、でなんかいいよなって思う、羨ましいよなって思うのよ。もうこんだけかけてんのブラッシュアップするのものすごい楽しいの本当にかけてないのをさ、どうブラッシュアップすればいいんだよっていうことになるけど、もうかけてんだから、あとはもうセリフを磨いていくだけなんだよな。だったらもうイギリスの映画見まくってさ、結構いろんな会話でいろんなこれ使えんなっていうかさ、この会話のこのやり取り使えんなとかっていう、そのあるいはそれこそさっき言った固有名詞みたいなものでも使えなったって、そういうのどんどんこう入れていくとかにするとますますよくなってくるね、そう思うんだ。 でも絶対それはいい。でただこう何人かが指摘してくれたし、と多分彼女 そのシャーロット その背景みたいなものが多分電話の会話だけでもう分からせることがなんかできると思うし、あるいは着信が何回もあって、それをこうこっちでクレーンこう話してる間にこっちに何かもうそういうのがあるっていうだけでも何か苦戦を含んだっていう、ね、松本さんどう意見ですかそうですね、私は確かにその電話と最後に苦戦つながってるなっていうのはあって、なんか私はちょっと時間がないっていうのは何だろうって、急いでるから最初に言ってて、何だろうと思ってて、私はちょっとそれはちょっとあまりにも単純かもしれないけども、電話してる日に要するにその日になんかここに寄ったんじゃないかって思って、そのパパにディナーって言って、でサンドイッチはまあいいかって言って思ったものの、なんかその時間帯は分かんないです、ディナーに行くから、その間の急いでるからっていうのは、そのお父さんとの約束があるからっていうふうに思ったんです、ね、でその前にまたいいかと思ったのも、なんかたまたま寄った見えたからちょっと行っとくかと思って行ったら、なんかちょっとこじれて態度悪いしカーってなっちゃったのかなと思ったんですけど、でも確かに皆さんおっしゃるみたいに、それにしてもなんかその怒りがいけないカウンセラーで人の悩みを聞いてる割に、そのストレスがそこに出たのか、でもそういう意味ではその彼女のやっぱ背景っていうか関係性っていうのが、もっと逆に言うと彼女の悩みみたいなのが、怒りのなんか根本的な怒りっていうものが、あのこのシーンのどこかにもう少しもしあったら、もっとまあ面白くなるっていうと変ですけど、なんかそれはすごく感じて、すごく魅力的な人だから、よりそのこの人のじゃあシャーロットの抱えてる怒りっていうものは根本は何なんだろうっていうことは確かにあの皆さんの意見を聞いて感じましたし、でもすごく読んでて楽しくて、ちょっと脱線しちゃいますけど、怒りって本当に面白いやつだと思ってなんかその悲しみとかいろんな表現があって、怒りって強く怒るのもそうだし、誰かがおっしゃってた、もしかしたら怒ってる本人も怒ってるうちに引けなくなって、私はなんでこんなに怒っててなんでこんなにこの人責めてるんだろうって、でも引き下がれないからどっかでオチをつけようと、それを考えてるその人も面白いし、だからその怒りの奥深さっていうものがやっぱりこう怒りってこう人をやっぱ喜劇的な部分もあるから、それは読んでてすごく楽しかったし、よりなんかそういうそれぞれの、まあ、シャーロットだけじゃないですけど、なんかみんなの背景がちょこちょこって面白いところもあったとしても、全然今がどうってことじゃなくて、なんかそれは皆さんの意見だと思います。なんかそれはあっても、そしたらよりなんかすごくこのホイロバングリがより面白くより広がっていくじゃないか今。ありがとうございます。まあ、大体ちょっと時間がそろそろって感じになってきました。まあ、逆にこういう面白いっていうところもありつつも、その面白さからどうしてもついてこれなかったとか、なんかここからこぼれてしまったっていう意見でも全然構いません。あ、はい、
私だけかもしれないんですけども、政治家の方と娘の方が話をしてて、でその時にママ母に全寮制の学校に行けって言われたじゃないですか。で次のカウンセラーの方と政治家が話した時にはもう学校に行っちゃってるんですよね。ただそれってその前までの時間がこう推移していく時がだいたい多分1日2日でもおかしくないような感じでずっといい流れで来てるところが、そこだけがなんか多分学校にそうやって入学するためには1ヶ月とか2ヶ月のそういう時間って必要じゃないですか。だからそこのところだけがなんか一つこう階段があるような気は、時間の階段があるような気はしたんですよね。だからそこだけがちょっとなんか最後にちょっとこうグッとこう上げられたような感じがしたんで、あれとはちょっと思いました。実際は例のその浮気してる女優だってもう浮気は終わってるっていう、あだからあれから付き合ってバレて終わったっていうことだから、そこも多分1ヶ月や2ヶ月は当たってるかもしれないですね、だと思うんですよね。伝わりがいいか悪いかになると見てたんですよね。まあ概念B 的な分かりやすいやつだったら、ただ私はたまたまそこのところがちょっとこうなんか時間が空いてる感がすごく強かったんで、で男女の関係の場合だと割合とこう曖昧な時期があってとかね、そういう割合とこうはっきりしない部分っていうのがたくさんあるんだけど、学校に入学するしないっていうのはなんかそうなのかな。1話と2話だね。スタンドイッチ腐ったやつを買ってお腹下したみたいなない、あそこのつながりがすごいうまいこと強烈だから、余計なんとなくそういうふうにつながっていくのかなっていうふうに思っちゃう。僕もそう思いました、最初の時に。そういう先入観じゃないですけど、え、これそんな立ってるのかよとか。ただそれはちょっと読み込まないとわからないようなところがあります。さっきのその毎週ワーローリーみたいなやつもまた面白いはずのところだけど伝わってないっていうか届いてないっていうのもあるし、ちょっとページ的には83ページ目ぐらいでグレースとかアーサーとかディッキーとかアイリーとかっていう、もちろんその状況下の人たちからするとノーマルなやり取りなのかもしれないけど、この面白みっていうのはお客さんにはちょっとわからないという関係性は共有されてないから、誰がどうであるとかっていうのはむしろ逆に突き放されているような印象はあるかもしれなくて、今はどうしてもそのイギリスのなんか単語とかにしても名詞にしても、せっかくのアイテムが君これ知ってますかって試されているようなぐらいの頻度が、さっき牧野さんおっしゃったようにぐるっと多発していけば、捉え方っていうのはちゃんと意味じゃなくてもいいんだ、そんなこと気にしなくていいんだって、そう気にしなくていいんだっていうルールを早めに、カウンセリングのシーンを例えば冬服にしてその前は何て言ったのか、もう少し多分クールにやりたいはずなんですよ。でもこれさ、俺2人芝居でやったら面白いと思うんですよ。かつも2人、まあ、今日はね、まあ、そうですあれだからね、なんかもう子供も大人も、ほんまに2人の俳優だけで、で、1人が必ず次、なんかこう、こしらえ替えしなきゃいけないじゃん。で、残った一人がなんか首すらしたり、なんか、みたいなことをやりながら、次のシーンに、と、またそこから一人残ってっていうふうになっていくっていう、なんか、そんなんでやったら二人でやるで面白いなぁと思ってね。すいません、そのつもりで書いてました。あ、そういうことです。まあ、そうだよね。もしかしたら、個人的な感覚かもしれないので、他の人がそう感じてらっしゃるかわからないんですけど、なんかこう、草生えるとか、コミュ力低すぎみたいな、日本語としての鮮度が高めのワードが入ることで、翻訳劇っぽさが薄れてる感じがしました。なんかその例えば、バーカとか、マジでとか信じらんねんみたいなのは多分英語でも言うだろうし、それを訳してらっしゃる、訳っていうか日本語で言ってんだろうなと思ったんですけど、草生えるとかなんかこう日本語としてもどちらかというと鮮度が高めというか、かつ多分賞味期限が短めのワードだったと思ったので、そこはちょっとなんか翻訳劇感を削ってんじゃないかなって感じてしまったんですけど、あえてまあ、役者の方がすごい上手だったから、すべての会話もめちゃくちゃ生き生きしてて、ほんまに切れてんなと思ったので、そういうなんか鮮度の高いワードは多分鮮度を上げてるんですけど、会話の温度とかを。でもなんかちょっと翻訳劇とした
感じとしては日本語よりを個人的にはとても感じたんですけど、他の方とかはあんまなかったですかね。てか意図して入れぶち込んでらっしゃる感じですか。そこは攻めてるところだ。攻めてね、入れて、わざと入れてる感じですかね。はい、翻訳家がもう調子乗ってそういう感じに読んだけどな。なんか翻訳家ちょっと調子、なんかどうせこれスラングだし。スラングがみたいな感じでわざと強めに入れた感じですか、ね。そうですね。多分英語だったら LOL とかになると思うんですけど、やっぱそれを日本の人が発語するのと草生えるだったら僕のチョイスは草生える。なるほど。あ、でも多分その違和感がきっとフックだったと思うので、あの印象に残ったという点で効果的でもあったと思うんですけど、ここ最後あのうわーってエネルギー値上がってって楽しかったです。すいません、先ほどから皆さんがおっしゃってちょっと被るんですけど、シャーロットまあ、その一番初めの登場はすごい印象的だったんで、あの最後に出てきてすごく冷静にカウンセリングしてる時にやっぱすごい期待しちゃうんですよ。何か起きるって思ってみちゃうので、なんかそこ、あ、それは私だけなのかな、わからないですけど、まあ、見てしまったので、なんか何かあったらいいなって思います。このすごいカスハラの方がすごいあの人格者的にカウンセリングしてるのに、なんか裏が出てくるんじゃないかな、なんか事件が起こるんじゃないかなって期待を最後してしまったんですよ。なんかあったらいいな。それに、ごめんなさい、はい、それに関して言えば結構このエドワードという友人がやってきて、でずっと話を聞いた上でカウンセラーである彼女はエドワードを拒絶しようとするじゃないですか。それって結構すごく大きいことだと僕は思うんです、だから何かが起きてるといえば起きてるつもりなんですけど、まあそれは伝わり方の問題もあるかもしれないですね。エネルギー値っていう意味では初めの方がすごい大きかったんで、はい、最後がちょっともう少しっていうところはちょっとあったかもしれない。何か期待をしてしまった。なるほどですね。やばいやつさ加減が、はい、前半と後半がつながらない。すごい一番最初にやばいやつっていうのがその最後に出てくるシャーロットに関してはやばくない、全然やばくないっていう。だからそのさっき牧野さんがおっしゃったみたいに、スタートに何か怒らざるを得ない何かを仕掛けておかないと後半と彼女とか別人になっちゃう気がしちゃうんですよね。なんでやばいのって、きっかけが見えないでやばいところがやばいわけで、なんでこの人こんな、あのただのイチャモンをつけるようなやつがカウンセラーっていうところの何かをもうちょっとつなげていかないと、そこが人としてつながっていかないと。きっとそれはバランスだと思うんですね。で、最後結構あのまともに収まるじゃないですか。そのエドワードの自分、はい、エドワードとビクトリアとその新しい奥さんとの関係っていうのと、その自分の父親とご飯食べに行こうよって思ったら新しい彼女がいるっていう、そういうその今見てきた自分のカウンセリングした世界と同じものが実は自分の中にあったとかっていうことを考えると、すごくまともに収まっちゃってるので、後半がだから、そのやっぱり一番最初の怒りがなぜなのかが見えてた方が安心はできるのかなっていう、はい、時間が時間になってきました。すいません、ゲストの方最後一言ずつ白川さんに十分にいただきました。あ、でもあの多分今回初めてですね、人声で聞かれたご自分ではお読みになったのかもしれないそういうわけでもないですか。そうですね、一回人が読むのを聞いたことがあります。あ、そうなんですね。なんか私自分がこれを読んでこういうふうに読まれるのかなって思ってきたことと今日起きたことはなんか結構違うところがいっぱいあって、うん、で、あのまあそれが面白いっていう部分もたくさんあって、あ、そっか、こういうふうに解釈、訳を解釈すれば
なんかこういう着地点があるのかなとかって思って、なんかそれがすごい面白かったなと思ったんですけど、まあ、逆に言うと結構まだこうどうあるなんかどうとでもできるよみたいな幅が割とまだある感じがして、でそこに関してもう一個その緻密な設定みたいなことが入ってくることによって、それは別に自由度を奪うとかっていうことじゃ全然なくって、むしろなんかより生き生きと登場人物が見えてくるっていうところに行くんじゃないかなっていう気がしています。でも本当に私も翻訳の推敲とかでこう言葉を選んだりとかしますけど、書くとか言葉を紡ぐっていうのは本当に大変な仕事だなと思ってるのが、劇作家の方々は本当にそういうことをしてらっしゃるなっていう尊敬の念を込めて、ぜひぜひよりこれが頑張ってブラッシュアップをしていただけたら、演劇界のね、一個またいい本がこう蓄積されるってことになるのかなと思うので、頑張ってください。はい、ありがとうございます。まあ本当に最初に言いましたけど、もうよく描けてます。よくできてる。もう構造も何もかも。だからあと本当に磨いていくだけだと思う。磨きがいのある本ですね。で、まずともいっぱい見るだね。うん、でなんか参考になりそうなのいっぱい見たり読んだりとか、そうするとおーとかなんかね、洒落た言い回しってのはこういうことかとかさ、いっぱい見つかったもんね。だからもうあとはもう楽しみしかないよね。磨いても羨ましいよ。書くの楽しいんでしょ今。そうです、楽しいですね。もう羨ましい。私はもうなんか向かむけど、いや分からないことあったら聞いて。何でも分からない。僕翻訳劇すごく苦手なんです。なぜなら外国人の名前が覚えにくいから。それ小説も含めて。でもこの本の優しさはワンシーンに2人しか出ない。僕はもうだからそういう意味では大好きな、多分一番大好きな翻訳劇。翻訳劇じゃないです。ありがとうございます。じゃあちょっと最後、白川さんお願いします。はい、今日は、我々、スタッフの方は、僕は12時集合だったんですけど、スタッフの方はそれより前に集まられて、設営もされて、9時まででしたけれど、本当にあっという間の1日でした。充実した時間を皆様のおかげで作れたこと、本当に心から感謝しています。ありがとうございます。またなんかこういう機会とか、まあ、実際に上演する場面も出てくるかと思いますので、頑張って書いていきますので、私の名前をどうか忘れないでください。ありがとうございました。